県民健康調査検討委員会を開会いたします。まずはじめに新しい委員をご紹介いたします。環境省環境健部長の北島智子委員でございます。7月15日付で塚原部長の後任で参りました北島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。次に委員の出欠についてご報告いたします。本日高村委員、小波委員の2名が欠席となっております。それでは早速議事に移りたいと思います。議長は本検討委員会設置要項により座長が務めることとなっておりますので、星座長の議事進行をよろしくお願いします。はい、それでは時間にお借りでございますので進めてまいりたいと思います。室月先生まだお見えでないようですが、何か連絡は今のところ特に入ってないです。はい、それでは到着を待ちたいと思います。お忙しい中、またお暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。まずは議事録署名人の2名を慣例ですが、ごめんなさい、陣営要項第5条の2ですね、で、座長指名とさせていただいてよろしいございますか。ご順応でしてまいりましたので、これまでの欠席なども考慮いたしまして、小玉委員とそれから前原委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。それではですね、議事括弧1でございます。基本調査について事務局からの説明を。はい、どうぞ。本当に始まる前にちょっと一言申し上げたいんですけども、今朝の朝日新聞に、このような記事が出ております。で、本日初めて公表されるはずの資料の内容に基づいて書かれておりまして、で、座長の発言など第三者のコメントまでついております。で、これは正常なことではないと思うんですよね。で、やはり我々も初めてここで議論するわけですから、一般社会も初めてデータを今日ですね知ることになっているわけでありまして、こういうことがありますと県と我々委員会の間、あるいは我々委員の間にもですね不信感が生まれてしまうと思います。まあ、どこから出たかというようなことを詮索はしなくていいと思いますけれども、資料の管理についてはしっかりしたいと思います。以上です。ありがとうございます。私のコメントはですね、まあ、今ご発言ございましたので、この数値資料を踏まえてのコメントということでございませんで、まあ、取材を受けて答えたということでありますから、私が出したわけじゃないってここで言う必要はないんでしょうけれども、まあ、今のご発言は委員の皆さんにも受け止めていただきたいと思います。この後また進め方についての議論をする時間を持ちたいと思いますので、先生その時にまたご発言いただきたいと思います。それではまず1点目の、基本調査について事務局からの説明をまずは伺いたいと思います。よろしくお願いします。それでは以上に、失礼しました。それでは資料1に基づきまして、基本調査の実施状況について、ご報告いたします。最初1番目の項目です。問診票改版に関わる進捗状況です。平成26年6月30日現在、改版により 52,490 人から回答が寄せられまして、回答率は 2.6% 増加し、全体では 26.4% となっております。表1に示す通りとなっております。改版を郵送したものの未だ回答のない方々等に対し、提出確認の文書の送付や、公示する甲状腺検査会場での書き方相談コーナーでの回答呼びかけなど、さまざまな取り組みを実施しております。これらにつきましては、後に出てきます回答率向上の項目で詳細をご報告いたします。なお、これ以降に示します問診票の回答、線量推計、結果通知の状況に関しましては、簡易版、詳細版を合算した数値であります。
また中1には簡易版の回答数は速報値であるということをお示ししております。2番目の項目、問診票の回答状況および占領推計作業状況です。括弧1番の問診票の回答状況ですけれども、全県ベースの回答率は 26.4% ですが、年齢別の回答率を表2に示しました。甲状腺検査会場での回答呼びかけなど、簡易版に関わるさまざまな取り組みを実施した結果、19歳以下の回答率を相対的に高くすることができました。両表2に示しております。また地域別に見ましても、会津地区で 20% に達しております。これは表3に示しております。続きまして、括弧2の占領推計作業結果通知の状況です。回答数54万1653件のうち、 93.9% にあたる508,388件の推計作業が完了しておりまして、うち49万1093件が結果通知済みとなっております。これは表3に示す通りとなっております。なお、一時滞在者等に対する推計作業等も継続しておりまして、これは表4に示す通りとなっております。なお、表3、4に中2として注釈がつけてありますが、その説明が一番下に、1ページの一番下に書いてあります。今まで明確にご報告しておりませんでしたけれども、表3、4および別点資料1に示しました回答数、占領推計済み数、結果通知済み数には、3月11日以降の報道記録が4ヶ月未満の回答に関する数も含まれております。そういった回答につきましては、報道記録が得られた期間について占領推計し、個人に対する結果通知において推計の対象となった期間を明示するという方法を取ってまいりました。このことを改めてここでご報告させていただきます。続きまして、2ページ目です。3番目の項目、実行占領推計結果の状況です。ただいま占領推計済みの対象者の中に、推計期間が4ヶ月に満たない方も含まれているということを申し上げましたけれども、推計期間が4ヶ月未満の方を除いて占領別の人数分布を集計した結果を表5に示しております。今回は推計期間が4ヶ月未満の方を除いた集計をお示ししておりますが、従来は4ヶ月未満の方も含んで集計をお示ししておりました。これに関しましては今まで説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。表5の上に中3としまして、推計期間が4ヶ月未満を含む集計と、今回の変更後4ヶ月未満を除いた集計との比較を別点資料2に示すと書いてあります。別点資料2が6ページ、7ページになりまして、6ページの上の表ですけれども、これは左上に書いてあります通り、推計期間が4ヶ月の方についてお示ししたものです。そして下の占領別分布状況のグラフですけれども、これは棒グラフが2つ並んでおりまして、左側の棒グラフが従来の集計方法、すなわち4ヶ月未満を含むデータを一緒に集計した集計方法で、並んでいる右側の方の棒グラフが推計期間が4ヶ月の方の集計、今回の集計方法となっております。どちらの集計方法でも5ミリシーベルト未満の割合は 99.8% となりまして、占領分布の傾向としては大きな変化はありませんでした。次の7ページに従来の集計方法と今回の集計方法との比較をさらに詳しくお示ししました。A 表が推計期間4ヶ月未満を含む集計、 B 表が推計期間4ヶ月のみの集計、そして C 表が A 表と B 表との差ということで、推計期間が4ヶ月未満の方の集計ということになっております。
これらの表で地域別の線量分布を示しております。地域別の平均値で見ますと A 表と B 表と比べてみますと 0.1 あるいは 0.2 ミリシーベルトの差が出た地域もあれば変わらなかった地域もありました。また放射線業務従事経験者を除くのデータを見ますと全県民の平均値は A 表、B 表とも 0.8 ミリシーベルトのままという結果になりました。 B 表を拡大したものがお戻りいただきましてページ目の表5になっております。累計43万76人の推計のうち放射線業務従事経験者を除く42万1394人の推計結果は県北地区では約 88% の方が県中地区では約 93% の方が2ミリシーベルト未満となっております。また県南地区では約 89% の方が会津南会津地区では 99% 以上の方が1ミリシーベルト未満となりさらに曹操地区では約 78% の方がいわき地区でも 99% 以上の方が1ミリシーベルト未満となっております。標語の下に米印で注釈がつけておりますけれども、年齢別男女別内訳および、市町村別内訳を別定資料3、4として、示しております。これらが、8ページ目、9ページ目になっております。左上に、書いてあります通りこれらは推計期間が4ヶ月のデータを集計したものとなっております。3ページに戻りいただきまして4番目の項目実効線量推計結果の評価です。実効線量の推計結果に関してはこれまでと同様の傾向にあると考えております。そのためその下の文章についても変更はありません。次に5番目の回答率の向上活動です。各種機会を捉えて基本調査の趣旨の周知を図り市町村等と連携しながら回答率向上に向けた各種の取り組みを引き続き展開しております。平成26年度におきましても甲状腺検査出張説明会において問診票提出の啓発や出前書き方説明会相談会の開催を呼びかけるとともに甲状腺検査会場における書き方支援事業を継続するなど引き続き対面式での記入支援要望に合わせた事業展開中心に回答率向上に努めていく予定です。なお直近の取り組みとしては本年の6月より7月末まで市町村を通じたアプローチとして市役所等庁舎での書き方相談コーナー設置による問診票の提出促進を県内各方向にて一斉に業務委託等で実施しました。詳細は次の4ページの表に示しております。冒頭に申し上げましたのは、県民への直接アプローチの上から2つ目、甲状腺検査会場での書き方相談。これは、本年度に入って、26回という回数を重ねております。またもう一つ冒頭に申し上げましたのは、県民への直接アプローチの、一番下、甲状腺検査対象者で簡易版の回答がない方への提出確認の文書送付。これを5月30日から6月16日にかけて行いまして約20万人の対象者の方々に確認の文書送付を行いました。引き続きこの表に挙げましたような活動を続けていきまして回答率向上を図っていく予定です。説明は以上です。はい、ありがとうございます。この件について何かご意見ご質問あれば委員の皆さんからの発言をお願いします。双葉区医師会の井坂ですけれども、この件に関しましては受診率の低迷が一番の問題だったんですね。で毎回私申し上げてますように、今回あの会員、調査版を出したことで 2.6% 増加したとはいえ満足のできるものではないと思っています。で もともと全県民対象であるということからすれば今回の説明会、いろいろ甲状腺の会場での説明したりなんだしていろいろ詰まってるわけですけれども、よくよく見てみますとやはり避難民対象が主になっていて全体的な県の住民に対する対応がなされてないんじゃないかと思うんですね。でその点ともう一つ基本調査の目標点、
やはりこの辺で決めていかないといけないと思うんですね。で 26% にはなったとはいえまだまだ低迷しているということだと思います。でこれからさらさまざまな、まあ、いろいろな対策を講じるということではありますが、その具体的な対策の中にですね、いろいろ、まあ、この甲状腺の検査の対象の方だけではなくて、あるいは避難民の対象者だけではなくてですね、そちらの方の取り組みもするべきではないかなと思っています。それから次の点ですけれども、まあ、2ページのところの表で、大方は 90% 以上みんなこのあまり問題ないような印象を受けるような形をお話ししていますが、2ミリシーベルト以上の方ですね。で、これをずっとちょっと見ていきますと、全体で 26,476 人いるわけですね。2ミリシーベルトを超える方です。で、特に県北、曹操地区は結構多くてですね、まあ、県北の方は 14,312 人、曹操地区は3541人ぐらい、まあ、2ミリシーベルト以上の方がいるわけで、この方々に対するフォローを今後どういうふうにしていったらいいかというのも大きな問題だろうと思うんですね。その辺の対策なんかあれば教えていただければと思います。以上です。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。最初に回答率の件ですけれども、まあ、これに関しましては私どもとしては一人でも多くの方に、書いていただきたいという、そういった気持ちで一人一人ということで対面式の活動を中心に、回答率向上の対策を続けているところでございます。だから、まあ、最終的にどういう回答率を目標にするのかというお話がございましたけれども、これに関しましては県と、相談の上今後協議して、検討していきたいというふうに思っております。だから、2ミリシーベルト、以上の方が、県北曹操中心に、いらっしゃるという話、でした。これに関しましては、まあ、特に線量に関して何か基準を設けるということではなくて、全県的な、フォローということで、考えていきたいというふうに思っております。はい、他にございますか。このその目標値を今県と、まあ、相談をしてという話をされましたけれども、まあ、県と、まあ、実施主体であるその医科大学医大との関係というのは、むしろ先生我々の中でも、ね、どうするのかというのは、中でもという我々のこの立場からすれば、この県もお任せしていくつなんだと聞くのではなくて、どう考えるのかってことをそろそろきちんと議論すべき時が来ていると思います。この件も後ほど具体的にお話をしようと思いますが、会話もやって努力をして一生懸命やってる、しかし 20% というところからなかなか増えないと、特に、対象とする地域が、まあ、南の座合図については徐々に上がってきているものの、まだ十分ではない、まあ、こういう状況をどう考えてもどういうふうにするのかというのは、まあ、私たちの間でもきちんと議論して、それを県の県にきちんと伝えてですね、で県と、まあ、実施主体である医大の間、あるいは医大で行われているさまざまな、まあ、努力の内容などを確認をさせていただく必要があると思いますけど、何かこの件についてご意見、委員の皆さんからありますか。清水先生、医大どうだとか県にどうだっていうことではないような気がしているんですが、阿部先生どうぞ。今の石川室長からに具体に補足いたしますと、これは私どもセンターの担当といたしましては、まあ、県民の方が基本調査の、まあ、外部自爆線量に、まあ、回答して、いただければ、それに対して迅速に正確な自爆線量を追加してお返していくという施策で、全県民の方を対象にしているということは間違いないと思います。ただ以前この検討委員会等でも議論された中で、安全等との全県民を対象していいのかという議論も出ましてですね、例えば避難地域の方を中心にするとか、あるいはこれから甲状腺と被爆線量の問題になるので、その18歳以下の子どもたちをターゲットに絞ったらいいんじゃないか、さまざまな議論がこの検討委員会で議論されたというふうに思っております。それも踏まえましてですね、今回は、こ
等について子どもたちの方に重点を置いて、まあ買取率向上のために、まあ、実施をしているというところであります。で、会員版というのは、これは、年金民を対象としているところでございまして、確かにあの数値等は少し上がっておりますが、まだ 26.2% という段階でございます。で、先ほど座長がおっしゃいました通り、これを何パーセントにするかどうかという、あるいはもどのようにこの回答率を向上するかというのは、むしろこの検討委員会の専門家、有識者の先生方の中で、十分議論をしていただいて、それを私どもの方にですね、指導助言いただければ大変です。というふうに考えています。はい、ありがとうございます。何かご意見ありませんか。あの、もう一点ありました、その、まあ、あの2ミリシーベルトで切るのがいいかどうかは別としまして、比較的高いレベルの、放射線、この世界被曝を受けた人たちに対するアプローチということについても、まあ、どういうふうに考えるのかということを整理する必要があると思います。これ具体的にはどなたがどうこうってことは医大としては分かるには分かるんですよね、もちろん。はい、それはあの分かります。この高いレベルの外部評価を受けた人たちに対してどういうふうなアプローチをするのかということも今回の基本調査の主眼ではもちろんないということを理解していますけれども、どう活用して県民の健康にこう守っていくのかという議論もしっかりとするべき時だと私も思いますので、この基本調査に関してはこの受診率の話と比較的高いレベルの、外部評価を受けた人たちへのアプローチどうするのか、あるいは、まあ私は個人的にちょっとだけ言わせていただきますと、あの類似の行動を取った人たちが、まあ、理解できるようなデータを流すというのも個別に測定をしてあなたは何ミリシーベルトよと言ってあげると、まあ、同等の効果があるとはあの必ずしも言えないかもしれませんけれども、そういうアプローチも必要なのかなというふうに思いますが、委員の皆さん何かこの件についてご意見があればご発言をしてください。どうぞ。まあ、過去にもあの同じことは発言してますけれども、基本的にはあの 26% の数字はやはり該当性ということを考える意味においては十分科学的には十分ではなくて、何パーセントがいいかという話はまた別の問題ですけれども、一般的に例えば世論調査とかそういうことをやるにはやっぱり最低 60% とかそこは求めない数字だろうというふうに考えます。で、あと要するにもう時間が経っているので、今やった調査と昔やった調査が本当にあの比較可能かという問題もあるかと思うんですけれども、まあ、それはいっても前から提言させていただいているように、今回得られたのが偏りがないかということを、やはりランダムサンプリングなどとしてですね、あの回答率を上げるには、国勢調査のように訪問しないと絶対に上がりませんので、ランダムサンプリングして、ある程度の要するにサンプルサイズとかを計算して、きちっと全員に対して、回答率を上げて、それが今回の分岐とどういうふうに違うのかというようなことをきちっと評価することはすべきだというふうに考えます。はい、あの今発言ございました、これあの県でもいいですけど、あのサンプリングの可能性についてはいかがでしょうか。今おっしゃったのは、あの提出されてない方に、あの県民の、まあ、当時の例えば住民票に基づいてランダムサンプリングすると、それで、その人たちに、それはその人がどこに行っているのかですよ、あのきちっと要するに回答を得るというようなことを試みるというのが理想だと思います。なるほど。それについて何かコメントがあればどうぞ。あの今ご質問いただきました代表性ということに関しましては、例えばあのこの回答をいただいている方の、年齢ですとか性別分布を調べまして、まあ、それとあの人口のもともと の, あの人口構成、こういうのがあの大体同じような傾向になっているかどうかというのを見るというのも一つ方法があるかと思います。まあ、そういったことを含めてあの代表性ということもあの検討していきたいというふうに思っております。今国勢調査のお話出ましたけど、前に過去に私も何回かお話申し上げているわけですね。で、あのこの、基本調査の場合はあの調査検診に、一応組み込んでいただくと
上がるんじゃないかというお話をしているわけですけれども、そういうことがないようなので、本来ならばですね、市町村検診が6割以上あるいはいいところで9割受けているわけですから、その中に組み入れたらいいんじゃないかという提案をさせていただきましたけど、まあ、そういった気配もないので、まあ、皆さん委員の方々もあまり声を、まあ、聞かなくなかったんで、多分現状維持になっているのかなと、そう思っています。もちろん性年齢とかで偏りを確認するというのは当然のことなんですけれども、まあ、ただこういうやはりどういう人が回答するかということに、やはりいろんな意味で、バイアスが入り得ることがあるので、やはりそれじゃ不十分です。この件もですね、ちょっと先送りするようでなんですけれども、まあ具体的にこの会としてですね、まあ、こういうふうなしたらどうかと、検討委員会としての意見の取りまとめというようなことでしてまいっておりませんので、やはり、この基本調査の、提出率の、や代表制の問題もそうですし、さまざまなことについても少し意見を集約してですね、個人の発言ということではなくて、委員会としての提言というようなことにまとめていって、それを県になりその環境省なりにきちんと受け止めてもらうというような、まあ、戦略の転換というか、まあまあ、そういうことっていうのは必要だろうというふうに私も思いますので、またこれも後ほどといってあれですけれども、話をさせていただきたいと思います。佐藤先生、よろしいですか。それでは他にご発言がなければ、もう一つの話題に移りたいと思います。詳細調査についての丸一甲状腺検査についてということです。これはまず甲状腺検査評価部会、清水先生に副会長をお願いしておりますが、その開催の、報告をお願いしたいと思います。はい、それでこれは資料3になっていると思うんですけども、ちょっとご登場ください。26年6月10日に開催されました。場所は杉、ここに書いてありましたので出席者で理事ですが、まあ、ここに両括弧で書いてあります。最初に、甲状腺検査の進捗状況を県の方からしていただきました。でその後この時の、メイン の, テーマでありました病理診断で、これは細胞診断のことだと思うんですが、細胞診検査ですね、それ最近ベセスダシステムというのが広まってきております。この我々の世界で、細胞診の世界で、そのことについて具体的に加藤良平 副部会長に詳しく説明をしていただきました。でその後その他ですね、これは第2回までにいろいろ議論されて重要な実点がピックアップされましたので、その中のいくつか大事なことをですね、私がいろいろテーマを準備してきました、それに関し対してですね、残りの時間をディスカッシュ議論すると、そういう形で会議を進めまして、2時間半あっという間に過ぎてしまったというような状況であります。でもちろんテーマを全部議論することはできなかったわけですけれども、その中で、質疑応答との用紙をここに書いてありますのでご報告いたします。まず両括弧1の受診率です。これに関しては、受診率が最近特に高い層の受診率が低下しているということが述べられて話題になりました。そこで、これに関しましては高校生ですね、高校生以上の受診率が下がっている。それとあと会議の中では、入学前の未就学児もの受診率も低下しているというようなことで、これに対してどういう対策がしたらいいのかということが議論になりました。で平成26年度からは全県的にですね、高校で、学校で実施するとしたらどうかという意見が出まして、これは県内外の医療機関も増やす予定、またですね、県内外の医療機関も増やす予定であると。これ福島県でなくて県外に移動している方もたくさんおられますので、これも非常に大事なことだというふうに思っております。だから、それからですね、その医療機関が少ないところに
避難されている。で、受診率を、受診の数を見ますと、例えば沖縄では115人が避難しておりますけれども、そのうちでそこで医療機関も一つである。それから宮城県で1502名のうちのに対して2人とか、あるいは新潟県の609人に対して1施設とか、そういうことがございましたので、この辺の対応をどうしたらよいかということもありまして、例えば新潟などは福島県立大の方を中心にして出張していると、検査しているとか、あるいは近くですね、例えば埼玉県も比較的この割合が悪いんですけど、まあ、東京近郊ということでほとんど東京に来てもらっているとか、まあ、そんなふうにして現在対応しているということであります。それから細胞診、各国の細胞両各国の細胞診でありますが、細胞診は先ほど申し上げましたように、ベセスダシステムというものがだんだんと普及してまいりまして、これは、ですね、我が国では甲状腺、日本甲状腺外科学会の取扱規約、あるいはガイドライン、それからパパニコロソサエティの分類とかですね、WHO の分類とか、それ統一性がなかったわけですけれども、欧米諸国ではすでにベセスダ分類というこの分類が主流 となってきておりまして、この傾向がありますので、我が国でもこのようにしていこうかということが、加藤副会長からご説明がありました。で、細胞診の中で一番、甲状腺の悪性腫瘍の中で一番多いです乳頭がんに関しましては、核の特徴的な所見がありますので、診断率は極めて高いので、この細胞診は重要であるということでありました。それから、両学部4ですが、データ等の分析の取り扱いにつきましてです。これは情報公開と、あと相反してプライバシー、医療上の秘密守秘義務といいますか、そういうのも、非常に微妙なところに、難しいところであります。で、この甲状腺、検査とは県の事業として結構調査として行われているわけですけれども、ある程度の基準を超えたところ、つまり、さらに進んだ検査、あるいは治療とか手術を含めたですね、治療となると通常診療に移行するということで、この辺の、経済的費用負担の問題、あるいは今申し上げたプライバシーの問題、さらに手術等で得られた検体の帰属の問題、誰が情報は誰のものかと、どこまで誰に還元すべきものかと、これはもちろん患者さんにとって一番いいものですと、治療あるいは検査を選択するわけなので、最終的には患者さんのためだと思いますけれども、この点に関しましても十分県民の皆様と一緒に議論すべきことであろうという結果になりました。それから大きな問題の一つとして過剰診断という問題でございます。これは我が国では1990年代に日本海甲状腺に超音波を導入することで、検査を導入するということで、過剰診断になる可能性があることがあるであるので、慎重に行うべきであろうという議論が随分されてまいりました。で、今回福島の検査を行わざるを得ない状況になったわけですけれども、これらの診断基準を作るですね、作り慎重に行っているというところであります。そして、次のような意見もございました。がんであってもほっといてもおそらく生涯悪さをしない可能性あるということに対して過剰診断と言っているのであるから、検査しなければ診断もされなかったのではないかというようなご意見があって、つい長いディスカッションもございました。これは非常に微妙な問題、重要な問題を組んでおりますので、今後、継続審議としてやっていきたいというふうに思っております。それから今後の分析による注意点でありますが、一つ大事なことはですね、過去に検査を受診した人と受けてない人とは別に結果をまとめて出した方がいいのに、そうしないと誤解が生ずることもあると。つまりこれは4年近くなりますと、それが初回、今回例えば悪性が見つかった場合に、それは初回検査で見つかったのかにはを受けてて2回目で見つかったのか、あるいは今回見つかったのが最初であるかというのは非常に大事なことでありまして、つまり最初マイナスで今回プラスということは4年間の間にということになりますので、そういうことも含めまして、
この2グループをですね、分けてケアをしっかりと検討した方がいいんではないかというご意見が出ました。それから今後、フォローしていくにあたってですね、安定要素の剤の服用をしていた人たちがいたかとか、あるいはそのグループとの比較なども今後長い将来にわたって必要ではないかと。それから最後にですね、最後に言ってみます。もう一つ7、7では理解の促進。これはキーパーソン、つまり保育士ですね、就学前の、つまり小学校入学前の、お子さんたちのフォローでありますけれども、受診率が減っているということでありますけれども、保健医療福祉職といいますか、方々は非常にやる気があると。で、このらの方々をにキーパーソンになっていただいて、で、これらの、グループ の, 小さいお子さんたちの受診を促すと。で、検査フォローあるいは検査結果についての情報を共有していかないと、なかなか今後経済、継続してやっていくのが難しいではないかという意見もございまして、この人たちはやる気があってもなかなか情報を共有できる環境にないというわけで、結果のフィードバックも必要であろうというような意見もございました。まあ、こんなようなことでありますけど、この他に私がこれから準備してきたこと、あるいはこれからやっていかなくてはならないことは、アンスクエアの報告の問題ですね。これに対してもうちょっと専門的な立場で話し合おうと。つまり、無視していいという結論 を出しているわけですけども、それに関しても専門家で、大曽さんの専門家の先生方というか部会員と一緒に検討していきたいと。だからチェルノブイリの事故は4年後から増えておりますけども、じゃあその直後から3年まではどうだったんだろうかということをもう一度振り返って、検討するということも大事ではないか。それから、ですね、被爆のことで、食器内部被爆の推計についてできるだけ信頼できる情報を再度皆検討したらどうかというようなこともございました。それから専門分野での会議でありますけれども、他分野の専門家を招聘して発表などをいただいて、意見交換もしたらどうかという意見もございました。これも重要な意見でございます。それから先ほど清水先生が発言されましたように、私も今日知り始めてみて、その評価部会のことが出てまして、近く検討委員会の評価部会で結果を詳しく解析する予定と思うと、する予定ということですので、これはこの本部会からのお締めだと思いますので、それもついこれから先やっていきたいというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。ちょっと順番があれでしたら資料3からの説明で、議事録の全文も多分皆さんの手元に届いていると思いますが、何か参加された方で補足説明などあればお願いしたいと思います。かなり過剰診断のところは突っ込んだ、議事録を読むとかなり熱が入った気分になっているんですけど。熱入っておりました。そうですか。はい、どうぞ。その過剰診断に関わっているんですけれども、疫学調査というのはそもそも限界がありますよね。で、統計的には例えば関係は確認されないというところまで言えるんですけれども、因果関係、関係は相関関係は存在しないというのは断言できないというのが基本的には疫学調査の限界だというふうに思うんです。その時に今回のこの調査の目的に関わることなんですけれども、被爆と甲状腺疾患の関係を、要するに因果関係を解明するということはあまりにもですね、目的として追求していきますとね、限りなく疫学調査の精度を高めていくという方向になっていく可能性があるんですよね。で、極端な場合全部調べると、全国民調べるというような話になってしまうと、いよいよもってこの過剰診断の問題が深刻になっていくというふうに思うので、やはり後で座長から問題提起あるようですけれども、この調査の目的何なのかということをきちっと踏まえないと無限にこういってしまうような、そういう問題なんだなというのを私は感じます。おっしゃる通りだと思うんですね。で、それは
疫学的立場からの研究と、研究といいますか、検知とですね、臨床的な立場の検知とは違うと思いますね。患者さんを治すという立場と、その大きな、団体、募集団の中から病気をピックアップするというのは、その結論を出すプロセスの段階でも違うと思うんで、なかなか噛み合わないところがあると。ただ先生おっしゃるように、これはですね、もうやらざるを得ないことであるし、それからあと、そんな過剰診断にならない、必要最低限といいますかね、でが僕が今やってる福島県立大を中心として一生懸命やってることだと思うんですね。というのと申しますのは、その何人見つかってそれを全部手術してるわけじゃなくて、その中で必要と思ってる患者さんとか手術してると思ってるんですね。私は外科なので、どうしても外科的な立場、治療の立場からお話になってしまいますので、例えばこれは後でまた話題になるかもしれませんけど、そのできる位置とかですね、大きさ、それからリンパ節のあるなし、程度のあるなし、それから親御さんが心配してやってほしいっていうところもあるだろうし、ある程度自分が患者さん自身が判断能力を持つの、もう上の方ですね、もう二十歳過ぎてる人もいると思うんですけど、自分でやってほしいっていう患者さんもいらっしゃるとかもしれないし、それは一例一例違うと思うんで、それをきちっと治療する立場はわきまえながらやってきてるんじゃないかなというふうに思っております。はい、大変重要な視点だと思います。評価部会での、議論の進め方、その他についてまた後ほどの議論を踏まえてそれぞれお願いをすることになると思います。それではですね、その今他にお話になります甲状腺検査の、先行検査の結果概要暫定期間と、本格検査の実施状況についての資料が提出されております。それぞれ、説明をお願いいたします。はい、福島医大の鈴木の方からさせていただきます。まず資料の 2-1 をご覧ください。今回は資料が2つあるのは、今年の4月から本格検査と2巡目の検査が始まりましたので、分けて報告したいと思います。まずは先行検査、一応暫定版というのはまだ完全に、データが確定していない部分がございますので、あえて暫定という言葉を使わせていただきます。この目的に関してはご覧の通りです。先行検査は現時点での甲状腺の状態を把握するために、実施しました。で、対象者はここも書いてあるように、震災時、3月11日時点での0から18歳をおおむねということですが、具体的には平成4年4月2日から平成23年4月1日までに生まれた方の福島県に、県外避難者も含むということで、市町村別の対象者数というのは今回初めて出しましたけど、後ほど見てください。資料1にそれぞれの年齢分布等を対象者の数を出しております。で、先行検査対象期間ですが、平成23年10月9日から平成26年3月31日まで、予定通り実施して終了しました。しかし未受診者の受診機会の確保を図るため、平成26年4月以降も本格検査、2巡目以降の検査を言いますが、この検査の案内通知を送付されるまでの期間を先行検査受診可能期間としております。そのため本検査結果概要では6月30日時点までの集計結果としております。で、実施機関施設ですけど、福島県から委託を受けた福島県立医科大学が福島県内外の医療機関等と連携して実施しております。平成24年11月1日から県外の検査実施機関において一時検査を実施しており、平成26年6月30日現在、全都道府県計87の検査実施機関と協定を締結しております。また二次検査については福島医大のほかに、県内では平成25年7月から郡山市及びいわき市の2カ所、平成26年8月からは会津若松市の1カ所の検査実施機関においても実施しております。また平成25年11月からは県外検査実施機関の一部においても実施をしております。
検査の方、一次検査については今までも出しているものですけど、この基準は複数の専門医の基準、専門医により判定して、こういう A 判定、B 判定、C 判定というものをやっています。で、2ページ目をご覧ください。二次検査に関してですが、二次検査は一次検査の結果、B 判定または C 判定となった場合、二次検査の対象となります。二次検査では詳細な超音波検査を再度行いまして、さらに血液検査及び尿検査を行い、必要に応じて、これはいわゆる超音波によって、細胞診をするかしないかの診断基準がございます。これを用いて選手に細胞診をするかどうかを選別して、必要な人は細胞診をするということでございます。その流れがここの図1に書いているものでございます。次に図2をご覧ください。実施対象年度別市町村です。これは事故直後の空間線量の高い地域から検査を実施しております。で、白いところが平成23年度実施のいわゆる国指定の避難地域等の13市町村でございます。で、緑の部分が次に線量の高かった中通りを中心とする、すいません、白表ですね。私だけカラーを持ってました。申し訳ございません。色の濃いところがですね、中通り地区で、24年度の12市町村です。で、残りの薄い灰色のところが25年度実施の34市町村でございます。このように、3年度にわたって、実施しております。で、3ページをご覧ください。調査結果の概要です。一次検査及び二次検査の結果ですが、まず一次検査は表1をご覧ください。対象者は367,707人のうち、26年6月30日現在296,026人の方が受診し、その受診率は 80.5% でした。下の米重視2、3に出ているように、市町村別の受診状況は資料2に、そして本県以外の都道府県別受診状況に関しては資料3に出ております。これは87施設9195名が受診しております。表1にも県外受診者としてその総数は出ております。平成20年6月30日現在295,689人、受診者の 99.9%の方が検査結果が確定しまして、検査結果通知を発送しております。これに関しても下に出ているように、市町村別結果状況は資料4、検査結果確定者の年齢と性別の分布等は資料5にそれぞれお示ししております。検査結果は A 判定 A1 および A2 の方が293,452名、 99.2% です。そしてそのうちA1 が 51.5%、 A2 が 47.7% であります。また B 判定の方が2236名、 0.8% であり、 C 判定は24年度の1名のみでございます。またご覧のように A1 は23年度、24年度、25年度と徐々に率が下がってきておりまして、 A2 は36、44、55と年度ごとに増えております。 B 判定も同様に0.5、0.7、0.2% ずつ増加しております。で、表2に対して、表2をご覧ください。結果、嚢胞の人数割合が示されております。5.1 ミリ以上の結節と 20.1 ミリ以上の嚢胞がいわゆる B 判定であります。で、ご覧いただきますように、B 判定のほとんどが 5.1 ミリ以上の結節ということになります。また、5.0 ミリ以下の結節と20.0 ミリ以下の嚢胞が、これが A2 判定になるわけなんですが、これを見ていただくと 99% 以上が嚢胞、20.0 ミリ以下の嚢胞が占めるということになります。で、これに関しても年度別に先ほどの A2 判定と B 判定の動きと同じように年度ごとに増えるということが分かるかと思います。では4ページをご覧ください。二次検査の結果でございます。表3に、をご覧いただければと思いますが、一次検査結果は BC 判定であった2237名の方のうち1951名、87.2% の方が二次検査を受診し、検査結果確定者は1848人、 94.7% でした。で、市町村別の実施状況は市場6に別にございます。
その1848人のうちほぼ3人に1人となる623人、票3の次回検査 A1 の109人と A2 の514人であります。これが合計で 33.7%。 この方は詳細な検査の結果 A1 もしくは A2 判定相当として、これは全て B 判定から A1、A2 に下がったということ、いわゆる我々はダウンステージと呼んでいるものですけど、そういう判定になりまして、一次検査で A1、A2 の方と同じように次回本格検査の受診をお勧めすることとなりました。一方1225名、66.3%、 いわゆる3分の2の方はおおむね6ヶ月後または1年後の通常診療を受ける方及び、その中で、1225人の人は受ける方でした。でそのうちの485名です、39.6%、 そのうちの 40% の方は選手吸引細胞診を受診しています。受診結果は後ほども申し上げます。二次検査の対象者についてはサポートチームを立ち上げて、ご心配やご不安に対する心のケアサポートに努め、現在はウェブ相談による質問相談を受け付けるなどの対応も行っています。また保険診療移行後の方についても同様の対応を継続しています。平成25年12月5日以降、26年6月30日現在で165人のサポートをしており、性別は男性38人、女性127人、この方に延べ322回の相談対応等をしており、その内訳は初回検査が最も多く128回、39.8%、選手吸引細胞診、試行時37回、11.5%、保健診療以降前のフォロー76回、23.6%、リフォームとコンセント時の29回、9%、保健診療以降後のフォロー、術後も含みますが、37回、11.5%、あと終日期等の入院中が4回、1.2%、その他11回の 3.4% でありました。で、次に5ページをご覧ください。図3に、今までの二次検査の初診の受診率を示しております。このグラフで一番23年度の一番最初のグラフのナビを見ていただくと分かりますが、25年の1月の時点でほぼプラトンになってまして、次に24年度の症例は25年の8月、そして、25年度の症例は今年の4月くらいで、ほぼ受診が頭打ちになっています。検査結果通知後、受診までの待ち時間の短縮を常に図っています。現在は一次検査結果を通知とほぼ同時期に、二次検査の通知を出しています。一次検査の通知を出してから約3、4週間後には二次検査受診というふうな流れになっています。で次に、選手吸引細胞診等結果概要を示します。細胞診の結果は104人の方が悪性内視悪性疑いの判定となりました。104人のうち、これまで58人の方に手術を行い、手術後の病理診断結果が陽性が1名、57名が甲状腺がんと確定されています。これに関しては次のページの上に、6ページの上の方に出ていますが、乳頭がんが55名、前回低分化がん疑いとなっていた方が低分化がん確定で、さらにもう1名が低分化がんということで2名が含まれております。で、前のページに戻っていただきたいんですが、104人の方の性別は男性36人、女性68人、また二次検査時点での年齢は8歳から21歳で、平均年齢は 17.1 歳、腫瘍径は最小が 5.12、 最大が 40.52、 平均腫瘍径が 14.2mm であります。また選手吸引細胞診の結果悪性ないし悪性疑いとならなかった方はおおむね6ヶ月後または1年後に通常診療か保険診療を受診する方々でございました。また表4には平成23年度、24年度、25年度それぞれの悪性ないし疑いの人数が15名、54名、35名と記載されています。5ページ、6ページをご覧ください。今回初めて書かせていただいたものですが、手術の適用症例率、
ということで、本校では甲状腺がんが疑われた場合、術前腫瘍径が10ミリ以上、またはリンパ節転移、または甲状腺被膜外浸潤、または遠隔転移などがあれば、絶対的手術適用とされております。なお10ミリ以下はいわゆる微小がんであり、成人では経過観察される場合も現在ではございます。しかし微小がんでもリンパ節転移や遠隔転移、甲状腺被膜外浸潤、半壊神経や気管に近接している場合は、現在でも手術適用とされております。本甲状腺検査の一次検査で BC 判定の場合、二次検査を受診し、超音波再検査所見によって、細胞診が進められ悪性または悪性の疑いと診断された場合、上記の適用基準に従って、十分なインフォームドコンセントのもと治療を行っております。なお上記治療方針については関係学会の専門医等で構成されております甲状腺検査専門委員会診断基準等検討部会においても検討され、総合的に判断を行っています。これらの基準には下に書いてありますような日本内分泌外科学会甲状腺外科学会で出している甲状腺腫瘍診療ガイドライン、また日本乳腺甲状腺超音波医学会での甲状腺用語診断基準委員会が編集しました甲状腺超音波診断ガイドブック改訂第2版、あとは甲状腺学会で編集しました甲状腺結節取扱診療ガイドライン2013年版を準拠して、通常使用しております。で、次に図4、図5をご覧ください。これは細胞診で悪性ないし悪性疑いであった104人の年齢成分区で、図4が震災当時の年齢分区であります。で、図5が診断時の年齢分区で、いわゆるチェーノブイの時のような事故当時0から5歳くらいの非常に小さい子に多く見られたということはございますが、そういう小さい年齢には今のところ発見されておりません。通常の非放射線ので見られる小児甲状腺がんの年齢分布に非常に近い形をしているかと思います。7ページをご覧ください。細胞浸透による悪性ないし悪性疑いの104人の基本調査結果であります。104人の方のうち基本調査問診票を提出した方は57人、 54.8%、 結果が通知された方は43人。先ほど の基本調査の方でありましたように推計期間4ヶ月未満であるものがこの中に5人含まれております。これらは標語に対して括弧で示しております。このうち1ミリシーベルト未満の方が29人、 67.4% で、最大実効線量は 2.2 ミリ、10歳から15歳の男性のでありました。今後も引き続き問診票の意義や重要性を説明し提出していただくよう働きかけていくところであります。その次の血液検査尿中要素に関しては前回の報告とほとんど同様でありますが、まず大きく変わったところはこの、検査の値を小数点、2桁まで、もう一度出し直して計算したということであります。ということと、この中では抗サイロクロビン抗体 TGAB という書いてあるものが陽性率が悪性ないし悪性疑いの方で、やや有意差があるということです。あとそれ以外には尿中要素のデータも含めて、特に、両者間に差はございませんでした。次の、この中で一言だけ、申し述べたいのは、尿と血液検査採取が不可能であった方が尿で2名、血液で4名、おりますということであります。以上です。で、8ページにこの市町村別の検査二次検査結果が出ています。いわゆる表8、表8にご覧いただければと思いますが、ここで前回と変わっているところは、9ページをご覧ください。いわき市のところに前回は24年度の最後にもいわき市の北野浜地区が入ってたんですが、そこをいわゆる25年度の方に含めて、今までちなみに久野浜地区からは悪性ないし悪性疑いの患者さんが出ています。23年度の悪性ないし悪性疑いの合計が 0.03% で、24年度がいわゆる 0.04、 まあ実際 0.39 なんですけど、死者誤入すると 0.04、 平成25年度が 0.030 と、まさに 0.03 であります。前回よりここは少し
進捗したので、前回の報告では 0.02 ということでしたが、少し、悪性なし悪性疑いの二次検査の受診率が上がりましたので、こういう結果になって、合計では 0.03% ということでございます。で、次のページに行く前に、ここの、下に書いてあります。3番です。一次検査及び二次検査の地域別比較、今回新たに付けさせていただいたものであります。検査結果等の地域差を比較するため、地域別の分析を行いました。地域区分は福島県において通常使用されている通り、浜通り、中通り、会津地方を基本とし、さらに浜通りと中通りについては、国が指定した避難区域等の13市町村とそれ以外の区域に分けております。ただし、会津地方については二次検査結果が揃っていないことから、本分析はあくまで暫定ということを申し加えております。次のページをご覧ください。表9がその結果でございます。ここに書いてある、避難区域等13市町村が、いわゆる23年度実施です。で、中通りというのは下の中14に書いてあるところが含まれますので、これは24年度と一部25年度の実施期間が含まれています。次の浜通りというのは、いわゆる国指定の13市町村に含まれていない浜通りということで、これは25年度に実施されている市町村であります。で、会津地方が最後でありますので、ほぼ右に行けば行くほど、実施年度が過ぎているということが分かったと思います。こういう区分で実施しております。で、対象者数が出ておりますし、一時受診者数もその数で出ております。で、平均年齢をご覧いただければ、全体の男女別もそう変わりませんが、全体で、左側の方がやや低くて、右に行けば行くほど平均が上がるというのは、実施年度が右に行けば行くほどずれているということが関係しているものでございます。で、BC 判定の数がそこにそれぞれ出ております。で、その下に BC 判定率、これは一次検査の受診者数で割ったものは、まず左から 0.53、次に 0.72、次は 0.90、0.99 と、会津地方に行けば、の方右に行けば行くほど率が上がっているということが起こります。で、二次検査の受診者数の下が受診率になりますが、受診率は88、90、85.5 と、その次の会津地方が 78.2 と、まだ会津地方の受診率が他に比べて低いということがあるということを踏まえた上で、このデータをご覧いただければと思います。で、細胞診の実施率が出ております。47%、26%、21%、14.3%。これは二次検査からの実施率がこのようにどんどん下がっています。で、これを一次検査全体の対象者から見ると、この率の方は 0.22、0.17、0.16、0.11 と。二次検査からの率ほどではありませんが、こちらに関してもそういう緩い傾向がございます。で、悪性ないし悪性疑いの数、そして細胞診実施数からの率、そして最終的に、対10万人体の悪性ないし悪性疑いの率がここに書いてあるように 33.5、36.4、35.3、27.7 と、若干合図が低い、他はほとんど変わらないという結果であります。これをまとめたのは下の文章であります。重複が確認できた方、検査未確定者を除く一次検査受診者295,689人を地域別に分析した結果、BC 判定率は避難区域と13市町村、中通り、浜通り、会津地方の順で増加傾向が見られた。一方、悪性なし悪性疑いのものの率は、避難区域と13市町村、中通り、浜通りはほぼ同様でありましたが、会津地方でやや低めだったと。会津地方では二次検査の完了者数の割合、いわゆる受診率も低いということがありますので、他の地域に比べて低めであり、その影響が考えられるということでございます。あとは資料等でございますので、ここまでが先行検査暫定版の概要であります。引き続き、はい、よろしいでしょうか。本格検査、資料の 2-2 をご覧ください。こちらも目的は同じなんですが、1回目の検査、先行検査に引き続き、甲状腺の状態を継続して確認するための検査、括弧本格検査を実施する。で、対象者、先行検査における対象者に加え、
本格検査では平成23年4月2日から平成24年4月1日までに生まれた福島県民にまで拡大し検査を実施しますということであります。で、実施期間が26年4月2日から検査開始し、26年度、27年度の2カ年で今度は検査を実施する。その後は対象者が20歳までは2年ごと、それ以降は5年ごとに検査を実施し、長期にわたり検査を実施するということでございます。実施施設の期間と検査方法に関しては先行検査と同様でありますので、ここでは省略させていただきます。27ページをご覧ください。実施対象年度別市町村ですが、これは先ほどの3種類じゃなくて2種類に分かれて、最初の26年度がここの13市町村と中通りの一部が入っている25市町村になります。27年度は残りの34市町村、2年間で全てが終わる計画でございます。で、28ページが検査結果概要であります。まだ数が少なくて、4月2日開始して25市町村の22万人対象のうち、6月30日現在で28,775名、13.5% の検査を実施しておりまして、うち県外検査が1894名、実施しております。6465名、22.5% の実施者について一次検査結果が確定しているということでございます。で、通知結果発送した結果がここに出ているように A1 が 42.4%、 A2 が 56.9%、 B 判定が 0.7%。 これは当初、23年度の今積み足しがあるんですが、積み足しがある前の23年度の当初の受診の報告では A2 判定は 36%、 B 判定は 0.5% ということでありましたが、二回り目をしたところでは、じゃあ25年度の傾向と似たような結果が出ています。まだ数は少ないので、何とも言えません。あと27年度の実施対象市町村が200名ここに出ているのは、いわゆる当初の実施対象者が転校等で、26年度実施の学校等に移ってしまった人と同じ、やはり同じ学校で受けるという利便性から同じように受けてもらうというところがありまして、多少こういう転校でずれがあるということで止まります。で、うちに農法内、農法結節の割合が下に出ているように、5.1 ミリ以上が 46.0%、 5ミリ以下が 46.0%、 で、農法が 57% ということでございます。で、最後に、29ページをご覧ください。ここに二次検査、その46名のうち22名の方がすでに受診しているということであります。 47.8%、受診したうちの3人の結果が確定した。3人はすべて A2 判定、いわゆる、結節か農法かはっきりしないというもので、今縮むとかそういう時期よりほとんど受診期間が1ヶ月しかありませんので、もう一度精密に見直したところ農法で間違いないだろうということで A2 判定に落ちた。まだ3例だけでございますが、今のところこういう状況でございます。あとは資料でございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。それではまずこの、一つ目ですね、甲状腺検査の先行検査の結果の概要暫定版ということですが、おすすめに対する質問、その他。はい、井上清水ですけども、いつもご苦労様です。細胞診のことでちょっとお聞きしたいんですけど、我々も先生も経験、鈴木先生お願いします。経験だと思うんですけど、細胞診やりますと、例えば鑑別困難とかやると2回やると、鑑別困難、同じ鑑別困難にならずに、クラス2ですか、ちょっと良くなったりする。あるいは悪性の疑いが鑑別困難で、いつも同じ結果じゃないところに進めてるんですね。そういうふうに我々は悪い方を選ぶんですけど、フォローアップとしてですね、例えば他の病院でちょっと悪いやつが悪性の疑いが出て、我々のところでやったらひょっとしたら良性って出ることもある、たまにはですね。それでも悪性の方が1回出てれば、そちらの方を優先してフォローアップしたり、あるいは治療に臨まなくちゃいけないというふうに思ってるんですけども、例えばこの A 判定では C が B になること、B2 になることってあるんですよ。だからあるいは A2 が A1 になる、これはあまり臨床的に意味がないと思うんですけども、
C が B2 になるとどちらかとか。ですね、はい、B と C は段階的に違ったのは C は直ちに二次検査が必要だというだけで、これはもう直ちに二次検査をして、もう治療した方ですので、そこはもう普通に。で、B 判定の中で B が A2 になる人は非常に多くて、あ、ごめんなさい、非常に、そうです。B が A2 です。それは何度も申しますが、超音波っていうのは動画で全て撮ったら、悪性を強く疑うものは動画で撮ってあるんですけど、山ほどある脳胞を全部動画で撮りなさいって言ったら検査終わりません。ものすごい数になりますので、やはり脳胞に関しては静止画で見ざるを得ないと思います。本当に疑わしいものは動画で見てるんですが、ちょっと脳胞だと思っているものを判定委員会で見たときにどちらか区別つかないと、やはり結節にと上げてもう一度詳しく見る、それは丁寧な見方と、間違ってはいけない、そうやって見直すと、やはり専門家がもう一度時間をかけて動画で丁寧に見ると、それも脳胞だって分かるものが多いので、ダウンステージです。あとはもう一つは時間が経ってると縮む、消えるものもあります、そういうものがありますので、そういうものも含まれております。それから脳胞内に充実性病になった時に、これも消えることがあります。はい、それは手術して取ってるわけじゃないので分かりませんけど、充実性病変と見えてたものが消える場合は、腫瘍が消えたんじゃなくて充実と見えていた脳胞内の液体の塊が消えたんだろうなと僕らは認識しています。そうするとその充実性病変が例えば脳胞内の充実性病変が5ミリ以上だったとしても、はい、た場合にそれが以下になるとそれダウンステージになる。そうです、 A2 になったりします。あと先ほどの鑑別困難の話ですけど、はい、鑑別困難になった場合はそのままにはしません。で、先生ご存知のベセスダ分類だと鑑別困難でも露放性腫瘍というのは細胞診では判定手がつかないので、その他のモダリティ、いわゆる超音波検査とかそういう経過を見ながら判断をします。で、もう一つのそれ以外の鑑別困難の場合は検査を繰り返しない、二次検査終わりません。で、最終的に繰り返して陽性というふうのに確信が持てるところまで来るか、悪性疑いのところまで上がってきたら、それは通常診療で悪性疑いの範疇で、保険診療でお話をしていく。で、ここに関しては細胞診に関しても日本の専門家に、複数で、我々のところにも専門家がいますけど、専門の技師さん、専門の医師、そこに、細胞診の専門の医師の外からのダブルチェックも加えて見て、最終診断をしています。ですから通常の診療だと一度でも出るとすぐ手術してしまうという場合があるかもしれませんけど、この今回のこの検討委員会に関わる対象の方はかなり慎重な対応をして、やっているかと思います。わかりました。それともう一つよろしいですか。去年の12月の段階で、この前僕はちょっと質問したことなんですけども、3月で15名から20名 3ヶ月で増えてますね。で、今回も、3月から6月ですから3ヶ月強で大体14名ぐらいですね。 90名から104名ですから、まあ予想できる増加かなというふうに思うんですけども、これこの中に、確認ですけど、これ全部初回ですよね。初回の検査、はい、先ほどちょっと、はい、本格検査2回目のはまだいないです。1例も二次検査を回った人もダウンステージングだけで、分かりました、はい、ありがとうございました。はい、他にございますか。はい、浅田先生、ですね、10ページ先行調査の10ページの表の9に関して一つご質問があります。これまでにいろいろこう疑問が出ている中で、会津地方の、結果と比較して考えたらどうかという、そういうご意見があったと思うんですけれども、その観点からその悪性のないし悪性疑い患者の率が、ここの表級に現れている段階では会津地方が若干少なめに見えます。で、これについては先ほど鈴木先生からもまだその二次検査完了者の割合が低めであるということを、理由に挙げていただきました。で、その他にですね、上をずっと見ていきますと、下から5段目、二次検査受診者数のうち細胞診を実施した方の率が、これが
かなりこの他の地域と比べて低いんですね。これはまだ終わってないということなんでしょうか。この数値もだいぶこの最終的な患者率に効いてきているような気はするんですが、はい、ありがとうございます。まずこの全体の中で、この細胞診の実施率が13市町村の率が非常に高い、そして会津は低い、間はその間なんですが、会津はもう少し上がるということもありますが、これ、一律細胞診をしているわけじゃなくて、先ほどからこの伏線になることを私申し上げてたんですけど、年度ごとに脳胞や結節の募集団が増えてくるんですね。年齢も上がってくることなんですけど、その対象の募集団というのはより、超音波検査だけで細胞診を明らかにしなくていいタイプ、いわゆる腺腫瘍結節と通常は言うんですけど、超音波検査だけで経過を見るようなものの集団が非常に増えてきていることがあります。じゃあ、13市町村はどうかというと、そこに関しては我々のところでも少し検討したんですけど、実はその当時はですね、次回の検査は20歳以上は5年ごとっていうしか言ってなかったんです。これ今回本格検査は全員受けてるんで、20歳以上の人ももう1回受けてるんですけど、その時は20歳以上は5年ごとの可能性があったんです。それで17歳以上の人はですね、もう下手すると5年、以上合わない可能性があるので、結節や仕組みがあったら本人も心配してましたので、細胞診をしたい、して帰るっていう人が結構いたということで、少しそこに関しては、基準が少し甘いって言えば甘いんですけど、これはやはり震災当時のそういう状況だったので、僕は理解できるものなのかなと思いました。ただその後に関しての会津地方の方が減っているということは、今のところそういう主要のパターン、結節が上がってきているのパターンが全体的に A2 判定が増えてきている。でこれが会津でなくて、この次また回ってきた13市町村の2回り目も同じような傾向が来てますの で、そういうことがずっと続いているのではないかというのは今のところの経過で、なお慎重に見ていく必要があると思います。ありがとうございます。つまり検査 の対象となる年齢が、時間経過に伴って上がってきているということも、それが上がってきているということですね。はい、分かりました。それから、すみません、ですね、検査の実施状況については、県内の各自治体、それから各市町村、それから県外についてお示しいただいてますけれども、検査の結果は、震災時の居住地市町村で、集計されているということです。そうです、そうです。で、はい、ですからそこに少し修正をしたものが重複例の中に、学校で分類されてたのとか、市町村で重複があったり、ちょっと直させていただいたものがございます。それからもう一つ、最後にその、もし先生からも問題提起があるかもしれませんけれども、その前回の専門部会の時から議論になっているその過剰診断かどうかというところの、そこ のご説明でですね、今回かなり丁寧に6ページに、適用症例のことをご説明いただきました。これでだいぶ解決する部分はあると思うんですけれども、さらにその理解を深めるためにですね、手術した方が100人を超しじゃないです、すみません、50人を超したというところで、それぞれの方 その年齢や市町村にも伏せた形で の、 その集計ということは、可能かという気もするものですから、どういうそれぞれ その手術を受けた患者さんがどういう診断基準によって手術になったかということを、具体的にリストアップしていただくことは可能でしょうか。まずですね、こういうデータを、こういう我々が出す前にまさに検討委員会で、確認と議論をしていただきたい。やはりこの間先生もおっしゃられたように、このデータは誰に寄贈するものかということ と、二次検査以降は、通常の診療行為ですので、個人情報であるということは十分に踏まえなければいけない医療情報であるということもあります。ただこの検査をして途中でバンとそこで切って、あとは知らないというわけにもいかないでしょうから、どういうことが必要なのかというのは
ここで議論いただいて、十分に検討委員会としてこの診療情報をどう扱われるかは議論していただいて、その中で我々の方で、いわゆる診療情報として出せるものを判断させていただきたいと思います。確かにその診断基準、私その中でギリギリのところで書かせていただきましたけど、ここだけはこの段階でも申し上げたいんですけど、それぞれ今の現行の基準で一つ一つ説明をして、それで理解をいただきながらやってるってことと、こういう基準があるってことで、ましてや前回の部会の時も申しましたけど、日本ではこういう過剰って言葉は患者さんのためとか保護者の方に使いたくない言葉で、我々検査を始める時から超音波検査をすれば多く見つかることは知られています。でそういうことで我々の中では知られていたんですが、そこをどう扱うかということで超音波の基準を作ったり、再方針の基準を作ったりと、作られているものをそこを使用することによって、歯止めをかけてある一定の基準で必要な人をなるべく対応できるようにということを、もともとそういうコンセプトでやっているということでございます。はい、ありがとうございます。私も鈴木先生たち そのご努力と気持ち本当によくわかるので、それをもっと素直にですね受け止めていただきたいと思うんですね。でそのためのお手伝いをしたいと本当に思うのですから、前回 その部会の時もそのデータが誰のものか、情報が誰のものかということも含めてもっと議論すべきということを申し上げましたが、ここ の資料3で先ほど清水先生がご説明いただきましたように、これは特にその、診断を受けた患者さんとご家族で県民の方々と一緒に議論しなくちゃいけないことだと思うんですね。部会としての議論も深めますけれども、それはあくまでもその委員の側の一方的な意見であって、それが本当に県民の民の方が望んでいるかどうか、私たちはいつでもご不安なわけです。なんとかですね、その実際の県民の方のお声をいただく機会を、直接の対面とは限りませんけれども、なんとかその声をいただく機会をいただきたいというふうに思います。ご検討いただければと思います。今の質問とちょっと似てるんですけども、表9ですね、2つ質問なんですが、まず1つ表9なんですけれども、これ、1次検査の受診者数をこれ割ってみると、左から 88%、84%、76%、65% という、明らかに心配している地域の、受診率が高いという傾向がまず1つあります。で、そこの関連で、すごく不思議に思っていたのは、今、鈴木先生がご回答いただいたんですけれども、避難区域だけ、なんで二次検査受診者数分の再往診の実施数が 48% と圧倒的に高いんだろうと、これもやっぱりグラジエント、同じレスポンスレートと同じようなグラジエント実は、あるんですけれども、そういう、疑問は、それで結局最終的にこの下から2番目の実際に悪性が確定するのは 15% と、逆に最も低くなるということを考えると、より避難区域においてより一生懸命診断しようという、当然なんですけども、そういうような傾向が、見られるんだろうということですよね。我々これ最初の ほど先生おっしゃる通り、これ検査は均一であるべきなんですけど、ただ初めてやった検査で専門医がやってますけど、最初の方が専門医が多いわけですけど、それでもかなり慎重にやってます。あと全然検査の受けられる方の対応も非常に心配がありまして、それが我々にもデータが蓄積してきて、これは超音波だけでいいよっていうのを聞いていただけるような時間がだんだん経ってきたと。最初はとにかくもう、して、しかも我々ももう17くらいだと次はもう5年以上来ないのかと、来ないかもしれないって言ったら、じゃあ再往診して安心して帰っていくかっていうような表現をした人が何人かいらっしゃいます。でそういうところなので、そこだけはやはり大きく違うで、そこに関してはやはり初期の対応としては決して、なかなか落ち着かないとこういうふうにはなりませんけど、初期の対応としてはこういうものだったのかなと。決してやってる集団はむしろ専門医が多かったんですけど、そういう状況でございました。
だからそういう意味で、まあ、より一生懸命診断しようとしているにもかかわらず、逆に随分率は低いなという印象を持ちました。それから関連するんですけども、その関連するというか、表の2の方ですね。これもなんか非常に特徴的な数字がありまして、濃厚の20ミリ以下の割合が36、45%、56% と、まあ、対象者が違うにもかかわらず、年度によってものすごく上がっていて、これは年齢1歳ぐらいの違いでは説明できないんじゃないかなというふうに思うんですが、なんでこういう現象が起こったのか教えてください。これはまず我々内部でもそういう議論はいっぱいございます。でただ現場で見てると明らかに学童期、これ受診率の問題もあるんですけど、学童期に脳波が非常に多いんですけど、学童期の人に検査が集中している、いわゆる未就学児は最初心配で変わってきましたけど、やはりなかなか来れない、ある頭打ちだとして、18歳以上の人がどんどん増えると、その人たちが受診していると一番、脳波が多い学年がどんどん年度ごとに増えて、学校だと非常に高い受診率になりますので、学校で受けられることに脳波が非常に多いので、どうしてもこういう結果になるということがあるのかなというのが一番。そういうような状況を考えると、こういうデータをきちっとやっぱり評価する際には、はい、いろんなことを考えて慎重にやり評価する、はい、これが重要だというようなことを。ありがとうございます。ご意見なんかしてございます。2点をお伺いしたいんですが、まず1点はほとんどが無症候性だと思うんですが、その症状とこの、検査結果との何か因果関係、統計というんですか、比較をしたことがあるのかどうかということと、それからもう1点は先生3年間をおやりになって、例えば同じ10歳、15歳の人たちで、まあ、印象として何か変化があって感じられているのか、それともやはり10歳の人はどの年度をとってもあまり変わらないのかということについて、もし印象的なんですが教えていただけたらと思います。ちょっと難しい表現かと思うんですけど、確かに中にはこれで よく症候性でなかったなという人も検診ですと含まれています。本人は気づいてませんけどという方も含まれてますので、決してこの全体の集団が全く非常に小さくて取らなくていいものっていうサイズじゃなくて、非常にサイズを見ても40ミリから5.1ミリになってて、10ミリ以下っていうのはこの中でそんなに多い比率を示してください。で、かなりの数なんですけど、やはり子どもさんっていうのは首も触られる機会もありませんし、大人のように検診を受けるレントゲンやいろんな検診を受けて偶然に見つかるチャンスが少ないので、非常に見つかってなかったということは あるのは印象です。ただ今回の検診をして、10歳の人、15歳の人、20歳の人に、特徴的な所見があるかというと、それは年齢に応じた所見はございますけど、福島で特有の何か新たな経験をしたということは今のところはございません。はい、よろしいでしょうか。それどうぞ。小玉ですが、先ほど の春日委員のご質問に関連してのコメントです。がんになられた方の市町村別の特性とかを見たいので、そういうデータが出せないかへのことなんですが、おそらくこの検討委員会ではそのようなそのデータを出すことの妥当性というか必要性と、そういったことについては議論できると思うんですけど、具体的にじゃあこういう形のものを出してはどうですかというところまではちょっと踏み込めないような気がします。というのが、私たちこの検討委員会とても倫理委員会の機能は持っていませんので、もし出した方がいいという意見になった場合もですね、当然でしょうけども医大の方で具体的な案を作っていただいて、倫理委員会で厳しく審査をしていただく、これ釈迦に説法になるかと思いますが、そうなると思いますのでよろしくお願いします。あとちょっと追加でよろしいでしょうか。今のここの表9の
話がずっと続いているかと思うんですけど、一つだけ申し添えておかなければいけないのは、この地域性を分けたのは福島県は全く平らなところが地域で分かれているわけじゃなくて、浜通りとしてそこに阿武隈山地があって中通りがあって、そして高い奥羽山脈があって会津に分かれていると、この3つの地域性があって、これは地域性だけではなくて食文化やいろんな文化も違う中で生活されているわけで、そういう中の地域性というものも十分に踏まえて、たまたまそして占領というのも、その地域にちょうど地形にぶつかって、占領が分かれましたので、そういう流れを踏まえて、こういうデータです。ですからただ残念なことに個人の情報が十分に出てないので、まだいろんなこと分かりませんし、避難もされているので食文化も変わってますので分かりませんが、いろんなことをこれからもう少し、踏まえなければいけないということをこのデータは物語っています。先ほどからちょっと話題になっているその情報のことなんですけども、鈴木先生、最低限私と知りたいことっていうか、機械の立場としても、あるいは委員会としても、あるいは甲状腺評価部会としてもですね、リンパ節転移があったかないかということと、遠隔転移がないかということと、あともう一つ EX っていうのは、つまり、甲状腺の表面のカプセルから顔を出しているかどうか、この3つを全体的にから何パーセントぐらいっていうのが分かると、かなり納得できる情報かなというふうに思います。それは一例一例がこういうのがっていう情報でなくてですね、それはもう患者さんの個人の問題になるんで、そうじゃなくて全体として今までやった症例の中で出してリンパ節転移がどのくらいあったのか、あるいは詳しいことはもちろん何番までいくつとか、そこまで言えないと思うんですけど、そういうのことが分かればいいかなと思います。どうぞ。質問したいことは第2の後でちゃったんですが、ちょっと関東6のことについてちょっとお伺いしたいんですが、鈴木先生にやってくれた今までのデータは大変ご努力の努力があって評価できると思うんですね。で、受診率の問題にしても、それから精密検査の件についてもまずまずかなと大変反復してはいるんです。ただ今度2巡目に入りますね。そうしますとだんだん年齢も上がってまいります。当時18歳の方がもう21歳になっていますので、大学進学や就職で日本全国に渡ってしまって散らばって難しくなってまいりますね。で、今やっている検査データは多分県民健康手帳、それを元にして登録しているのか、あるいはがん登録の方が出た場合はがん登録の方に回しているのか、その辺今後どういうふうにしていくかですね、住民票が変わった方々の対応をどういうふうにしていくか、その辺はちょっとどういうふうにお考えになってますか。センター長の安村ですけれども、今先生がご指摘された点大変重要だと考えておりまして、私たちも地域がん登録に関しては震災前の平成18年からだったと思いますけれども、震災前のデータがどうであったかというと、そして現在は地域がん登録のデータを医大で今構築しておりますデータベースにデータを入れて、最終的にはそのデータをリンクさせて分析評価できるような体制を今作っているところです。そういう意味では全国に住民票が福島にあるのは当然ですけれども、発生したものに関しましては集計し評価できるような体制を構築しているところです。よろしいでしょうか。今後ですね、ですから20歳以上になりますと5年ごとの検査になりますね。そうするとその検査の案内とか、それからその集約とかをどういうふうにしていくのかなということです。まさにそれは大きな問題で、我々自身もいろいろ受診勧奨、いろんな形で今いろんな模索をしています。例えば大学に直接行って検診するかとか、あとはその若者だけに情報をどうやってやり取りできるか、今は親ばかりですけど、いずれ本人にちゃんとしないとできない。
前も申しましたけど、高校で卒業前に教育する、それだけで間に合うかということが今ありまして、いろんなことを模索しています。ただその他には、我々だけでできないことがあれば、やっぱりもっと大きな範囲で、そういう施策がないと、そういうフォローはできないかもしれないということで、我々自分でできることと、あとはそういう提言をしながら、とにかく、今おっしゃられた受診勧奨という意味では非常に大きな問題になっております。で、そうすると5年というのも本当に大丈夫なのかと、医学的には5年でもいいんですけど、5年の間本当に5年後に会えるのかという非常な不安がありますので、そういうところを構築したいと。ありがとうございます。この件に関してですね、やはり今私だけ、県内だけではちょっと無理だというご意見も出て、私もそうだと思いますし、他のいろいろな検診ですね、全て心のケアもそのものですけど、全てにおいて今後どういうふうにやっていくかというのは全国的レベルになってこざるを得ない。でやはりこれは厚労省少し関与していただかないといけないと思うんですね。で、前々からお話ししてますように、国は予算をつけて地元の裁量でという配慮ばっかりなので、自分たちも参加してやりましょうという心がないような気がするんですが、いかがでしょうか。北島委員お願いします。今環境省では専門家会議を設けて健康管理に関する議論をしていただいております。その中でこれから の健康問題については議論する予定となっておりまして、今まで線量の評価等の議論が中心でございましたけれども、前回から健康管理の議論に入っておりますので、そういったご意見も含めて検討をお願いしていこうと思っております。はい、ですね、時間がだんだんなくなってきまして、やはりこの件になると皆さんこうだんだん熱を帯びてくるんですけど、じゃあ最後にすみません。受診勧奨にちょっとお関連してきていて、私どもの観点から言うと、その制度上の充実っていうことはもちろん大事なんですけれども、受診したいっていうふうに思う意欲の動機づけっていうことも大事だと思うんですね。で自治体に支援で回って歩いてると、お母様の中からなんか実験材料にされてるみたいだから、うちの子を健康検査の対象になっても受診したくないわなんていうような声もちょっと聞こえてきていて、ちょっと心配があります。でそれはそういう中でも、もう一方で他のお母様の話だと、自分の子供たちが大人になった時結婚するという段になって、福島 の人と結婚して大丈夫かなんていう周辺の噂が出てきたらまた来るんじゃないかという不安がある。その時に自分たちはきちんと検診をやっていって、そのデータを蓄積していて、そして私たちはこれだけのことをやってきて、これだけ大丈夫だったんですよということをある意味証明したいって、それをしてあげられるのが母としての務めだと思うので、私はちゃんと検査を検診を受けさせるっていうお母さんとちょっと2極で分かれてました。そうなりますと、やはり、そういう啓蒙ということが大事で、そういう観点からもきちんと自分たちの、私たちはこういう状況下に置かれているわけで、自分たちが健康であるということをきちんと証明することで胸を張れる、そういう風評被害に対しても対抗できる強さを持てるんじゃないかというふうにも思いますので、そういった啓蒙活動も県ではちょっと考えていただいたらいいなっていうふうに思います。そしてもう一つお母さんが言ってたのは、自分たちで健康管理手帳で管理しろって言われると自信がない、私はだらしないからなくしちゃうかもしれない、それよりはデータバンクみたいになっていて、住基ネットで住民票を取り寄せられるように、自分のこれまでの健康調査のデータが自分で情報を受け取れる、そんな風になっててくれると子どもたちが安心して今後 の社会生活ができるんじゃないかっていうような話も出ていました。ご紹介しておきます。はい、ありがとうございます。今の議論は、今私これから議論をしたいと思うんですけれども、そこに随分重なる部分があります。従いましてちょっと申し訳ありませんが、まだ甲状腺に関する、
ご質問あるかもしれませんが、少し話を前に進めさせていただきます。ただちょっとよろしいですか。はい、ちょっとよろしいですか。あの、センター長の部分、あの、鳴る委員からのお話の中で、マテータのことを、まあ、言ってたんですけれども、これはあの、センターの方でデータベースの構築を覚えてですね、まあ、あの、各調査のデータを入れ込んでおります。従いまして、あのこれはあの検討を進められた方が県の方から県民健康の管理手帳の方が、まあ、配布されておりますけれども、それではなくてその個人の方の記録で検査を受けられたものに関しては全てデータの中にいるという形になりますので、今後それをいかにあの県民の方に還元していくかというのが非常に大切になりますので、まあ、そういう形であの検討しておりますので、あのこの場を借りてお話しさせていただきます。はい、ありがとうございます。よろしいですか。それではですね、あの私からあのちょっと発言をさせていただきます。皆様にもあの、送付させていただいたと思いますけれども、県民健康調査検討委員会中間まとめ と、と書いてあるんですけど、各甲状腺検査に関する論点整理の調査案ということで、A4 表裏のペーパーを出させていただきました。まあ、これはこれまでですね、この検討会ずっと議論してまいりましたが、今もそうであったように、依頼の説明を受けて、まあ、それに、まあ、それぞれの分野の専門の立場からご質問をいただいて、それにお答えいただくと、まあ、そういうことのやり取りを中心に、まあ、運営せざるを得なかったことになりますし、まあ、その記者会見などでも同じように話してありますが、本当にこの検討委員会として、我々のするべき作業といいますか、職責務を果たしているのかと思うと、必ずしもそうではないのではないかと思いまして、私は個人的に清水副部長にご相談を申し上げました。前回も類似の発言を清水副部長おっしゃっておられましたし、私も同感でございましたので、それで、ちょっとやり取りをさせていただいて、草案ということでまとめさせていただいたものを手元に配らせていただきました。まずはあの、まあ、読んでいただければその通りなんですけれども、今お話をいただいたいくつかの言葉が重なっているんですね。でこれまでですと、発言をする議事録に公開される、件はそれを、まあ、それなりに受け止めるといいますかその上で、まあ、反映させるものを反映させていくと、まあ、そういう手続きをしてまいりました。3年が経ちました。そして、甲状腺の検査につきましては先行検査が一晩などついたということもありますし、部会を作って、甲状腺の検査については、まあ、あのこの評価委員会、ごめんなさい、この検討委員会としても一定の評価をしようという体制も整ってまいりましたということで、あえて出させていただきました。ただここにはあの甲状腺検査に関する論点整理だけが出されてしまっておりますので、本来であれば、検査全体のやり方が、先ほどあの基本調査の件も出ていました。さまざまな調査について、今後受診率をどうするのか、提出率や受診率の問題どうするのか、さまざまな問題があって、先ほども議論出ていましたが、それに対して、この検討委員会としてどのようなアクションを起こすべきかということを、議論をさせていただきたいと思います。でこれあの今回これを出させていただいたのは、あの本当に私と、まあ、私の一存といった変ですけど、私と清水先生だけで話をさせていただいたんですが、今後ですね、この間清水先生からの話があったように、ここでの議論をですね、もっとより高める深めるためにも、十分なとか、少なくとも例えば論点整理について皆さんからご意見をいただくとかという手続きが私は必要ではないかなというふうに感じております。でこういうものを出させていただいたので、まあ、この論点整理のについてのご意見でも結構ですし、まあ、今後の進め方についてのご意見でも結構ですので、やっぱりその専門的なところとかその分野のところに立ち入るのではなくて、あのまずはそういうその今後の進め方やこの整理をしていく方向やその方法についてご意見を皆様からいただけたらと思います。まずは清水先生から一言お願いします。私の何て言いますかね、
立場でいうスタンスは私は専門家でありませんので、医学的な立ち入ったことは分かりません。ただこの検討委員会あるいはこの県民健康調査そのものが社会的に信頼されるような結果が出せるようにですね、そのやり方に関していろいろ意見を申し上げるのは私の仕事だというふうに思っておるわけです。で、これまでは今お話しあった通りですね、これまでこう医大の先生方と我々向き合ってやり取りをするというですね、ここに今とどまっていたというふうに言わざるを得ないというわけで、記者会見の時もですね、医大の先生方と我々が同じ側に座ってですね、質疑応答しているという、これは本来的な委員会のあり方としてはやっぱり不自然だというふうに思いますので、やっぱり委員会としてきちっと議論をする必要があるというふうに思っておりました。まあ、課長と相談するという話になったわけです。それが趣旨です。で、今日のところは課長、この論点整理の仕方について議論するということですか。論点に関する立ち入った話は特にやる時間はないんでしょうか。ですからそれを分けたいと思ってですね、今日どこまでできるかですけど、まずは、せっかくメモを出したのでメモに対する意見がもしもらえればということを先にさせていただいて、今後この交渉戦に限らず、これからの委員会の進めがどうしていくのかというところにこう分けて進みたいと思います。とりあえずは、皆さんに、まあ、今の状況を、それから先生の問題意識の私の考えを理解してもらった上で、まあ、この論点整理を見ていただいて、何かコメントがあればいただくと、その上で今後の進めの方についてどういうふうに考えていくのかというようなことについて皆さんからのご意見をいただいて、その時間を置いてじゃあ次もこうしましょうではなくて、そういう方向で、進めていけるようにスピード感を持ってやりたいということもありますので、できるだけ多くの委員からご意見をいただきたいと、そのように思います。少しは内容に関わった議論をした方がいいと思うんです。なぜかというと、おそらく記者会見の場になったときね、記者さんはこの内容をいろいろとですね、聞きたいんじゃないかというふうに思うんですよ。結局個人的な意見ですけどもっていう話で、また終始してしまうとですね、論点を整理して意味があるのかという問題もありますので、限られた時間の中で、できるだけ内容に立ち入った話もした方がいいのかなと私は思います。という前提で何かご発言があればどうぞ。はい、この論点整理を拝見いたしまして、とてもいいことが書いてあると思っております。で、やっぱりちょっと内容を議論せざれないと私も思います。で、先ほどもちらっと話し出てましたが、疫学的なデータというのは一つあります。それからもう一つは、何よりもこれ何のためやってるんだという目的ですね。で、それはやっぱり県民の健康を守るっていうところにあるわけですね。で、甲状腺の場合、甲状腺の検査の場合に、この2つ、両方ともその追いかけるんだっていう2頭ではやっぱりないと思うんです。私そこは非常にしっかりと確認しておく必要があって、疫学的なデータというのは付随して出てくるものであって、それが主目的になっては絶対いけないし、そちらの方に注目が集まってもいけない。で、我々はその福島の小児の甲状腺が心配なので、あるいは親御さんもそれを心配しているので、あえてですね、ローリスクのがんをスクリーニングするという危ないところに手を突っ込んでいるわけです。本当ならこんなことはしない方がいいに決まっていて、ですから例えば先ほどもちょっと極論、もちろん否定的な極論として出ておりましたけれども、全国民の甲状腺をスクリーニングするのかと。で、そうすれば確かに福島のパーセンテージ、他のパーセンテージきれいにその揃えて疫学として最高のスタディできますけれども、そんなこと絶対もうありえないことですから、じゃあなんで福島でやるかというと、それは福島の特殊性があって、その親御さんも県民も心配だからやろうということになっているんですね。ですからここでこの論点整理の最初のところに
小児の健康を守る目的で始まったというのがこれが一番で、疫学とか何とかっていうのはそのやはり引いていく方問題である、その後ろにしか来ない。ところが、まあ、前回の県民健康庁で私非常に雰囲気として危惧していたのは何かそのこの数字が高いとか低いとかそういうことばかりが前面に出てくる。でそれはもうこの甲状腺の健康検査の目的を完全に逸脱していると思うんですよ。でそういうところで、これはもう優先順位が必ずつく。1番が健康を守るためで、疫学は2番以下ということを我々確認しないといけないので、この座長草案というのを私もとてもあのこれを読んである意味ほっとしました。で、今日は あまり時間もないと思うので突然、まあのことですし、まずここだけ確認できればちょっと十分かなと思ってるんですが、はい、ありがとうございます。もうやり取り始まっちゃっていいんですか。はい、おっしゃることはよくわかるんだけれども、ただこういう大事故が起こったわけですよね。でチェルノブイリの経験はありつつも日本で、こういうあの非常に珍しいといいますか画期的な世界史的な意味を持つような、事故が起こったわけです。でこれが10年後20年後、まあ、30年後にどういう意味を持つかといえば、やはり放射線の被曝の影響が健康に及んだのかどうかということを知るための非常に重要なですね、調査という位置づけにやっぱりなると思うんですよね。で、まあ、どちらが先でどちらが西的なのかというような議論もあるかもしれませんが、やはり被曝の影響というものを明らかにするということがこの調査の大きな一つの目的であるということはやっぱり言うなさにはできないというふうに私は思うんです。ただそればっかり言ってると先ほど私言いましたけれども、じゃあもう徹底した疫学調査やれとかですね、そういうことになってしまって、それこそ子どもたちをモルモットにするようなですね、そういう調査になってしまうわけです。その辺のところのバランスが非常に微妙なところだというふうに思いますけれども、やはり世間の注目がですね、被爆との因果関係、相関関係に注目するというのはそれなりに根拠があるというふうに私は思っていますので、あまりそのことをですね、こう低く位置づけてしまうと、この委員会あるいはこの調査に対する信頼そのものが残念ながらこう揺らいでしまうような気もするんです。微妙な問題だというふうに思いますけれども、両睨みでいくのかやっぱり正しいのかなと思います。あの、私は稲葉先生のご意見が全く賛成です。あの、全面的に賛成。これはあの2つが両立することないんで、あくまでもあの患者さん、被災者あるいは子どもさんの健康を守る、やこれからフォローするということを大事に思って、それに向かって努力をして、今36万人38万という大変な数のあの患者さんと言いますか、あの対象者をですね、整然と行われているわけです。で、あのしっかりとした結果が出ているんですね。でこれでこれに対して適切な治療をすると、それでその結果出たことが疫学であって、疫学をあのもちろん疫学も大事ですけれども、そのたくさんのマスクリーンの中の一例に対してはですね、なかなかあのうまく評価できないというふうに思います。まあ、これあの今見つかったのは100例と言いますか、何と表現していいか分からない、100例になりましたけども、100例になりましたけども、この100例は1例1例とは違うと思いますね。それを臨床科あるいはあのもちろん外科医を中心してあの治療が必要かどうかって選択あの慎重に選択して選ばれたあの患者さんだと思っているので、あの両方を並立してやっていくというのは無意味だと思います。はい、あのいきなりこういうことになるんですね。あのどうぞ、塚田先生。はい、ですね、まあ疫学とか臨床という話が出て、まあ、私は疫学なんですけども、まあ、臨床先生たちは症状があるそこの病気の人たちに対して、まあ、最善を尽くす
我々は疫学というか、まあ、私は予防医学なんですけれども、健康な人の健康をいかに守っていくかという視点もとても重要なんですね。で、甲状腺がんを一生懸命、もう一人でも甲状腺がんで、なんか、不利益になっちゃいけないと一生懸命やる、もちろんそういう視点も重要なんですけれども、やっぱりそのために今やってるのは、何の症状もない健康な子どもたちに対して、エコーっていう、もうすごい医療的介入を行ってるわけですよね。だからそれによって起こる、やはり健康な子どもたちが、受ける、不利益っていうようなこともやはりきちっとやはり考えていかないと、やはりそれは本当に甲状腺がんのことだけ考えないで、みんな本当甲状腺がん、いろんな健康障害っていうのは甲状腺がん以外にもいろいろあるわけですから、そのトータルにやっぱり物事を考えていかないといけないんじゃないかなと私は思います。で、やはりその、こういうやった場合に、まあ、こういう状態が起こってるんですけども、その本当はやらない場合と比較しないと絶対わからないんですけども、やらない場合っていうのはなかなか想定できないので、やってないところと、まあ、観察をしないといけないんですけども、で、まあ、実は検診やなんか早期発見をやるための検診を導入するためには、国際的にはランダム化比較試験っていうことがやられていて、検診をやるグループとやらないグループを無作為に2つのグループに分けてやるんですよ。そうするとやるグループは確かにたくさん発見されるけれども、いや結局はそれによって、死亡率は変わらないとかですね、やらない方が患者さんは少ないとか、そういうようなランダム化比較試験で、やらない設定をランダムにやることによって、国際的にはもうこういうがんの過剰診断ということは明らかにあるということが明確になっているので、そこら辺もやはり過剰診断があることをやっぱりちゃんと認識をしながら議論していかないととても危険だと思います。はい、どうぞ。私も清水先生の意見に賛成なんですが、ごめんなさい、はい、お二人いらっしゃいました、失礼します。副大臣の清水先生です。まず最初にやはり議論しなくてはいけないのは、稲葉先生のご意見の通りに、県民の方々の健康を守る、これはもう 100% 賛成です。で、次はじゃあ放射線の健康影響を調べる意味があるのかないのか、やるのかやらないのか、そこをやはり議論をしていただきたいと思います。で、もしやはりこの健康調査の一環で放射線の健康影響も見るべきだということに なればですね、やはり疫学の立場からきちんとした戦略を作る必要があると思います。これだけデータが集まりましたから、どうぞ疫学調査にご利用くださいという形の疫学調査はあまりきちん成功しないんです。それでですね、例えば甲状腺に限らず全般的なことを申しますが、疫学調査をきちんとしよう、影響を見ようということであれば、正直なところ206万人の方を対象に言うと、これはもう最初から無理があると思います。で、そうであればきちんとしたその調査の対象の方、これをもう最初からいろいろ考えて、津金委員の発言になったようにその代表性とも考えてですね、作る必要がありますし、さらにやはり健康影響ということになると線量評価が一緒についてこないといけませんので、そのグループの方にはほとんどの方に線量が分かっているというような形を作らないと答えがなかなか出てこない、出てきた結果を判断するにも非常に困難を伴うということですので、まず健康影響を把握することをしっかりとやっていくかどうかということをですね、きちんと議論していただいて、やっていくべきだという話になれば戦略をきちんと作り直すというふうに思います。はい、皆さんご発言をいただきたいと思いますが、笠原先生どうぞ。私はこの甲状腺検査の目的は、虫田さんがここに書かれましたように、小児の健康を、県民の健康を長期にわたって守るということに尽きると思います。で、ただしですね、疫学、ただしではなくて、その疫学的な比較をするためにデザインされた調査ではないというふうに思っています。ただし、
得られたデータから ある程度の疫学的な検討を行うことは可能だと思いまして、それを全くこう反対の解釈をしている研究者がいらっしゃることも確かです。それを受け取った県民の皆様は当然混乱するわけです。でこの部会、専門部会を作った理由の一つには、やはりこの調査の結果から分かることについていろいろ出てくる疑問や心配に、できるだけの回答を出すということもその設置の目的だったと思います。それからもう一つは、そのコミュニケーションをより良くするということです。ですので、この専門部会の中には、津金先生をはじめ渋谷先生もですね、疫学の専門の方にも入っていただいているわけです。ですので、そこの議論を、なんていうか、低い目的にする必要はないと思います。議論の目的にする必要はないと思います。調査の最初の目的ではありませんけれども、この専門部会の中では、十分にその疑問に答える議論を尽くすべきですし、先ほどからご注意があったようなことも、分かりやすく説明していくことも必要だと思います。また先ほど前の発言にも戻りますけれども、その過剰診断ではないか診療ではないかという疑問がここに来て新たに出てきたわけですので、それに応えるような新たなその説明の仕方ということも必要になってくるというふうに思います。はい、ありがとうございます。どなたか分かり、はい、どうぞ。すいません、二本市から伊坂ですけれども、皆さんの意見もこちらのことだと私も同感なんですが、まず県民の健康を守るのが第一義でありまして、それに伴って今今回この全く稀な事故にあったということで、その事故に伴って、ね、健康の被害があるなしにかかわらず、ある程度この状況を世界的に示しておくというか残さないといけない。これは長期にわたって調査をしなければいけない。これは疫学の専門先生の方にご指導をいただきながら、その検査した中から信頼性のあるものかないか、あるいはこれで妥協できるのかとか、その辺のところはですね、厳密に言うとできないという話でしたから、ある程度でも方向性とか数性とかそういうのがつかめないことはないと思うんですね。そういう意味では私はいろいろこの検査の結果をきちんとまとめておく必要があると。それがある程度今回日本の起こした事故に対する世界に対する義務じゃないかと思っています。その辺を踏まえて県民の健康管理を守るということは、当然もうこれは国が並みの問題ですから、先ほども申し上げたように国が県に押し付けるだけではダメだということですね。どなたか他に、どうぞ。ご意見を明かしてください。先ほどからちょっと疫学のことについて、私自身疫学の専門家ではないんですが、やはり疫学として結果的にも見るとした場合でも、線量について先ほど小玉先生おっしゃいましたけれども、まだその外部被曝線量だけでは甲状腺のことをものに言えるわけではないので、線量について多分不確定的な要素、わからない要素もおそらくいっぱい出てくるので、現状でこのままこのデータが結果的に疫学的にどこまで使えるかということについては、おそらく限界があるかなというふうに私自身は感じています。はい、どうでしょう。私これ出してしまった責任があるんですが、これこれで何か誰かをどうこうしようとか、あの時はこうだったね、ああだったねってことを言うつもりじゃなくてですね、やっぱり県民に対する説明もそうですし、我々自身の理解もですけれども、やっぱり十分でない部分があるだろうなと私は思っています。したがって、評価部会を作っていただいて、甲状腺についてはその分析を、もう少し精緻な分析をしていただこうというような思いもあって、設置をさせていただいたという経緯もございます。でここに書いてある、特に裏側とかにもいろいろ書いてあるんですけれども、あくまで良かったか悪かったかとかそういうことではなくてですね、こういう論点をしっかりと整理をして、我々ももちろん理解をして、そして、県民の皆さんにもきちんと理解をしてもらうと。それで今後可能な範囲で変更するとすれば、どんな変更や、なんですかね、
やるとかやめるとかいきなり滑らしてなくて、どういうふうなことがあり得るのかということを委員会としてまとめたいということに尽きるんだろうと思います。これが取りも直さずというか、これをしないでおいて、データは出しました、それぞれ皆さんそれぞれ考えて感じてくださいというのでは僕はいけないんだろうという思いを持って、勇気を持って出したので、その1か2かとか0か1かとか右か左かではなくて、もう少し突っ込んでですね、皆様方の意見がいただけたらいいなと思うんですけど、どうでしょう。はい、はい、どうぞ。2巡目で申し訳ございません。大切な論点として、申し上げたんですけれども、かなり強く申し上げたのは、やはり健康を守るという観点と、もう一つ疫学をどうするかという観点は両方とも大切だと私も思っています。どっちか疫学どうでもいいなんていうつもりは全くないです。で、小玉先生、高井先生がおっしゃったのがまさにその通りだと思っておりまして、やはり疫学をやるには疫学の体制というのが大切なんじゃないかなと。私は疫学の専門家じゃないんですけれども、広島におりますので、やはり広島の放射線の学問は放射線の疫学があってのものですから、それはやはりそのきちんとした工法とがあってのことなので、もしこの議論を続けるんであれば、そういう工法を作るかどうかというところに話は行ってしまうんではないかなと思いますが、いかがでしょうか。はい、いかがでしょう。はい、どうぞ。この学術的な研究データを提供するのは目的ではない、これははっきりしているように思いますけれども、この調査はですね、そういう意味で、後世に生かされるというのは非常に意味があるんだというふうに思っています。で、今我々はまさに事故を進行中ですね、被爆をしているわけですから、我々にとっての問題はまさに今の健康問題だというふうに思いますけれども、やっぱり先ほど言ったようにこういう非常に画期的な世界史的な事故が起こった以上はですね、きちっとしたデータを後世に残すという使命はきちっと認識しなければいけないというふうに思って、おります。先ほどから疫学の限界というふうに言われています。私も一応はですね、認識しているつもりなんですけれども、ただ停戦上の被爆の影響に関しては一般的にはよく分かってないという言われ方をされているわけですよね。で、これだけのデータが出て、さてどうだったかというと、やっぱり結局まだ分かりませんではですね、やっぱりこの調査をやった意味が失われてしまうと思うんです。だから学問的に見てこのデータでここまでは言えるというようなことはですね、きちっとやるのが我々の責任なんじゃないですか。触れずに置くってことはありえない。甲状腺の調査をこれだけ綿密にやってるのはまさに被爆の影響が懸念されるからですよね。特に甲状腺にこれだけ力を入れているのは一般的な健康問題ではなくて、やっぱり被爆の影響が懸念され、みんな心配している、それがストレスになっているから、特にやっているわけでありましてね、これについて何も結論らしいものも言わずにですね、スルーするってことは私はありえないというふうに思っています。よろしいでしょうか。やっと実質的な議論になんとなくなってきたような気がするんですが、私がここの整理をさせていただいて、これまさにこれから議論を進めていこうという時の一番の課題は、まさに今皆さん方がおっしゃっていた県民と取り上げ子どもの健康を守るという視点と、放射線の影響があったのかどうかという視点を、どうマッチさせてですね、それぞれにそれなりの答え、それなりの点がしっかりとして対応していくのかということに僕も尽きると思ったからであります。で、いろんなことをこちょこちょ書いてるんですけど、疫学的な限界はあるにしても、得られたデータから少なくともこういうふうに分析をし、こういうふうに理解をしてもいいんじゃないのというような共通理解が皆さんの間でできれば、この検討委員会としてはそういうふうに
結論付けてそういうふうに評価をします、あるいはそのように分析をして皆様にお知らせしますというところぐらいまでは少なくとも私たちはしなければいけない。これをまさにスルーして全体として 0.034 から03いくつだからあんまり影響がなかったっていうことでどうですかねっていうようなことにはそれだけでですね、はいけないんだろうというふうな思いもあります。したがってその、私の今日の提案はここで今その詳細なデータの分析ができないままにですね、今回のデータを読み解いてこれで影響があるとかないとかっていう話ではなくて、せっかく作ったその評価をするための部会に必要なデータをの提出を県を通じて依頼にお願いすることもあるかもしれませんが、そういったことを通じてですね、現時点でできうる分析評価というのは私たちの仕事ではないかなと思ってるんですね。でそのためには例えば500が同じ数 の、その対象集団が必要だから30万人に、ランダムに検査をやれというのは、まあ、それは違うよねと。ですからそれはまた別な問題で、まあ、現時点で我々が得られるデータの中で、評価できるものについて言えばしっかりと評価をして、少なくともこの検討委員会の皆さんの、合意としてこういうふうに理解をし、こういうふうに読み解いて、でこういうふうに考えますということが一つですし、まあ、今後のことについてはこういう考え方に基づくこういう検査が皆さんのために行われるのだからぜひとも参加してくださいというようなことを、まあ、言い続けていくのか、あるいはもう本当に必要がないというのであればもうこれ以上の検査は必要ないと判断しましたらやりましょうというのだって もしかしたらあるかもしれません。まあ現時点で即そういうふうな状況にはなり得ないと私は思っていますけれども、ですからそういうことも含めて県が実施主体でそれを医大にお願いをして実施をしてもらっているという中で、我々がこの委員会を設置しこれまで運営してきたことの本当の意味での、役割というのをみんなで認識をして、でそこからスタートをもう一回ちゃんと切りたいなという思いがあります。でその意味で疫学が先かその、健康が先かっていうのは僕はあまりその本当にその意味で今僕が申し上げたように流れているとあまり意味のあることではないというか、やっぱり健康を守るということが第一になると思うので、疫学的データを得るための先ほどから言っている全数全国民調査みたいな話を、まあそういうこともあるねっていうのは、まあ私はないと思いますけど、まあそういうことをしっかりとこの中で皆さんとしてどうなんだ、ここまでなら合意できるというところはやっぱり探っておく。それなくして、今年の結果はこうでした、そうですか、こういう結果だったそうですよという立場にはないと思うんですが、そのように私は理解していますが、そういうことで皆さんよろしくございますかね。そのつもりじゃなかったというと思っちゃうんですけど、どうでしょう。ご発言のない方からちょっとご発言いただきたいんですけど、成井先生いかがでしょう。整理してこちらからも見解を発表していくという議長のお話というところまでぜひやっていきたいなというふうに思います。はい、根っこの室付です。私はがんも疫学も全く素人なんで、これに関する意見はなかなか素人の考えなんですけども、まあ今の議論を聞いて残ったのはやっぱり清水先生の世界史的な出来事だったというだったですね。もちろん進駐軍の調査じゃないから健康を、ね、来日しないってことはありえないこういう調査そういうふうなものだとは思うんですが、ただやっぱりその出来事として国際的にも見られてる、それから国際的にも支援を受け、さらに、まあ、この時あれですけども迷惑をかけてるとかあるわけですから、やっぱりそういった意味での責任っていうかということに関しても無視はできないんじゃないかというのが、まあ、私の最初から私が考えています。はい、前原先生いかがでしょう。この健康調査の最初の目的がですね、県民の健康を守るということと不安を解消するということが大事な目的ですから、まあ、全県民を対象とせざるを得ないわけですよね。
ですから最初の方針通り続けていくということがまず大事だと思います。その結果いろんな問題点って出てくるんだと思うんですけど、福島県民の立場からすればそれを続けていくとまず継続することが大事だというふうに思っています。はい、ありがとうございます。この後の記者会見でいろいろ聞かれそうですけど、この辺にしておきまして時間もないので、私からの提案、先ほど申し上げました今後のあらゆる調査について、今後皆さんの意見をいただいたり、同じように論点を整理していったりですね、そういう作業をさせていただきたいと思っています。で、今日のこのメモに関してもこれでおしまいではありません。全くの素案中の素案です。これとこれはあまり違うよとかいう話はあるかと思いますので、メールあるいはファックスあるいはお電話でも結構ですけれども、事務局を介してというよりはこの委員会のメンバー同士で、やり取りをさせていただいて、それなり の, その論点を明らかにしてですね、そして、この委員会のこの議論に臨むということに皆さんの合意を得たいと思います。その点について反対の方がいらっしゃらなければ、はい、どうぞ。反対ではありません。質問させていただきたいんですけれども、先ほどちょっとおっしゃったようにですね、こうやって県あるいは医大の方々と対面 で傍聴の方々もたくさんいらっしゃる、で決まった時間の中でたくさんの議題を行うっていう、そのスタイルでは十分にこの点議論できないと思うんですね。かといってそのクロスでなりますと、それはやっぱり何かこう話をまとめてるんじゃないかという疑問も持たれてしまいます。で、可能性としてなんですけれども、事務局はなしで委員だけが参加して、ただしそれは傍聴の方が傍聴にすることも可能という、そういう形のですね、で議題はもうこの本当に一つだけに絞るという、そういうような会議を、県の旅費会議票を出していただいた上で開催できるものでしょうか。今の提案は非常に具体的で分かりやすいですが、どうでしょう、県の側からはその県を抜いてこのメンバーだけ集まって、議論する機会を県の会議として設定できるかどうかっていう質問ですけど、ありがとうございます。事務局のままでございます。私どもこの会議が目的通りですね、十分機能していただくというのは大賛成でございます。2回上でも対応させていただきますので、ご意見をいただければですね、考えさせていただきたいと思います。はい、先ほどお話がありました県民の意見聞きたいねという話もありました。それから今のようにクローズドではなくて、我々だけが私たちが本当に意見交換をするような時間をしっかりとといったことの提案も含めてですね、これからの議論をしっかりと進めていきたいという、その方針について皆様のご理解を得たというふうに理解してほしいですね。はい、ではそのように進めることを前提に、とはいえ、今我々がその直面している課題は、先行調査、交渉戦に関して言えばですよ、先行調査が終わり、その最終的な結果も今暫定版ですけれども、今後も確定していくだろうと、その結果をどんなふうにこの委員会として捉えて評価するかというようなことについて、次回の甲状腺の専門部会ですね、評価専門部会の方に私どもからそういう分析のお願いをしたいと思います。で、それについても同じようなやり方がですね、可能にしたいなと思っています。したがって要は当日、これを渡しますとか、何日後にこれを渡してそれを見てどうですかこうですかと言って、またその医大の先生方からご説明をいただいてどうこうっていうようなやり取りではなくて、必要なデータで、手に入るものがあるかどうかというのは事務局にそれぞれのメンバーが問い合わせていただいて、それをもとにそれぞれが分析をしたり、それぞれの考え方を整理して、事前に、私なり清水先生がまとめさせていただいて、
評価部会を開催するというような手続きがですね、できないとどうしてもやっぱりまたこの数字がどうしたとか何だっていうことになってしまいそうなので、まあ、今日は部会委員がいないのでいないところで決めちゃうのはどうかと思いますけど、そのことも含めてですね、運営の仕方をスピードアップをするということもありますし、しっかりとしたその結論を導くという、あるいは皆さんの立場をしっかり明らかにするというようなことを踏まえて、部会の運営についてもですね、そのようにさせていただきたいんですが、清水先生どうでしょう。そうですですから取りまとめ作業を先生にお願いするということも含めてですね、わかりました、はい、こっちを向いてました清水先生ですね。ということで、よろしくございますか。この論点また先ほど申し上げたように委員間でのやり取りについては、方法手法についてそれぞれの先生方にお聞きしたいと思います。それでは、次に、あ、どうぞ。ごめんなさい、センター長の安村ですけども、今まで のこの県民健康調査の中での甲状腺検査の、まあ、考え方、もちろん県からの自宅で依頼はやっておりますけれども、若干補足した方が共通理解今後にいいと思いますので、短くちょっとだけ補足をさせていただければと思います。一部私 の独自かもしれない考えがあるかも分かりませんので、まあ、依頼を代表してというわけではありませんけれども、私たちが、ずっと関わってまいりましたのは、やはり危険子ども健康を守るというためにこの調査を行う、結果を返すということが県民を守ることになると。でそのために結果的には18歳以下の子どもさん全員をやることによって、得られた結果は疫学的な評価をすることが結果的に、子どもさんやあと県の政策においてもですね、そういう結果を活用して子どもを守り健康増進を進める上で重要であろうという考え方でやっておりました。で具体的に何点か今の議論の中でありましたのは、しっかりと本当にこれで評価できるのかというようなことに関して、もともとこれが疫学調査というデザインということで言いますと、仮説がまあるわけでありまして、チェルノブイリを例に出して、当時も議論をしましたけれども、最初の3年間の先行調査についての意義というのは、やはり3年間 の初期の段階に甲状腺がんが急速に増えるということはないだろうということで、疫学的に言いますと事前に影響が得る前の状態、つまり影響がなかった時の潜在的な既に存在するがんをしっかりと評価しておくと。でその上でもしあるかもしれないであろう低線量被曝による発がんが起こるであろう 4,5 年以降に、すでに調査をした人たちをこの中で特にがんをある人たちはもう除外してですね、疫学的な言い方でいうとポピュレーションとリスクと申しますけれども、リスクの可能性のある対象集団からの新規発生を線量ごとに評価をするということで、線量によるがん発生の影響というものを評価できるというデザインになっております。そういう意味で申しますと、外部核線量との発がんのリスクという評価ができますが、赤石議員がおっしゃられましたように甲状腺がんに関しましては内部被曝の問題の方が大きいではないかという大きな論点があります。でもともと外部被曝の線量の評価も半分ぐらいで十分なのかと、そういう意味で言えば当初の想定していたデザインで十分な評価ができないという今段階ではありますけれども、考え方としてはそういうふうに進めてまいりました。また内部被曝に関しましては、現在医大の中でも内部被曝をどういうふうに評価するかということを検討もしておりまして、今すぐ回答できる段階ではありませんけれども、総合的に甲状腺がんの発生に対するリスク、被曝のリスクを評価できるような検討もしているということを付け加えたいと思います。また先ほどしっかりとしたコホートを作る必要があるのではないかということですけれども、私たち205万人全県民の線量評価ということで対象者を全て追っかけていくというかですね、対象としております。そういう意味では甲状腺がん、失礼しました、甲状腺検査の対象者自体に関しても、年限を置いての検査ということで追っかけて追跡してまいりますし、そういう意味ではコホートというデザインにはなっておりますので、あえてどこかに、対象を作らなくてはいけないというような風な、現在では考えてはいないということでありまして、私たちが今やっておりますこの検査が 100% 完璧だなという気は全くありませんので、今後ぜひ皆様方からご意見頂戴いたしまして、必要な修正や変更等を検討してより良い調査をしていきたいなというふうに思っております。以上です。ありがとうございます。当事者としての様々な
思いもおありでしょうし、私たちもですね、ぜひともこれはもうこの検査あるいはこの調査がしっかりと県民に役に立つものにするというのが共通理解でありますので、そのためのそれぞれの役割をしっかりと果たしていくという意味で、貴重なご発言をいただきました。ありがとうございます。それではですね、実はもう一点お話がございます。ちょっと時間が伸びてしまうかもしれませんので大変申し訳ございません。妊産婦に関する調査で新たな取り組みといいますか、説明が調査表についての説明ということでございます。藤森先生、よろしくお願いします。はい、徳島医大の藤森でございます。妊産婦に関する調査で、平成26年度の調査表とその点書についてご審議いただければと思います。この平成26年度の調査票は11月下旬に発送予定となっております。資料 4-1 でございますが、今年平成26年度の調査票の対象者となる方は平成25年の8月1日から、先月の、平成26年の7月31日まで、ご試験ご手帳を交付された方が対象者となります。点書に関しましては、昨年同様、このような内容になっておりまして、基本調査の問診票についても、今年も、掲載させていただくことにいたしました。資料 4-2 を、ご覧ください。これが新しい平成26年度の調査票でございます。いくつか変更点、これ、について説明させていただきます。平成26年度の調査票はこれまでの説明からもうすでに、十分な、回答が得られた十分な、ものというものを不要というふうに判断いたしまして、その設問を、削除いたしましてスリム化を図りました。すみません、6ページの、問いの10、妊娠歴の、設問の仕方なんですが、これは非常に誤記入が多くてですね、今回はこのようにはい、いいえの方式での、設問形式に、変えさせていただきました。それから、単数回数回答、それから複数回答を 迷わないようにですね、これ実は二色刷りになっているんですが、皆様のお手元は、白黒で申し訳ないんですが、それぞれの設問の後ろにですね、チェックは一つ、それから、いくつでもチェックはいくつでもというふうなところが赤で、分かりやすく、書き、加えております。それからその他の部分も、注意、していただきたい部分は赤字で注意を喚起を表しております。それから今年も、他の年度との調査票をと区別するために、色を変えて、全体の色を変えてですね、印刷する紙の色を変えて調査票を作成する予定でございます。切除した設問についてはですね、一つ目が妊娠中の受動喫煙、つまり、配偶者の喫煙等に関する、項目、それから母子健康手帳の医療機関、検診受診病院、分娩病院、それから当初より予定していた、施設での検診及び分娩が継続できたかどうかということについて、これはすでにもう十分な、平成24年、25年の検討からですね、十分にもう、継続できている福島県内で妊婦検診は十分に受けているという結果が得られているものですから削除しております。それから分娩時の赤ちゃんの格好、頭が下であるとか逆子であるとか骨盤位であるとかですね、そういうことは設問から除いております。それから離乳食までの子どもの栄養方法、母乳なのかミルクなのかということに関しまして、これも、すでに、ミルク、使われている理由というところでの放射線の影響というものも非常に少なくなってきているものですから、平成26年度は削除しております。それから1ヶ月検診時の赤ちゃんの頭位と胸位、それから栄養状態ということに関しましても、削除しております。以上でございます。はい、ありがとうございます。何かコメント意見ありますか。この対象者はまだ確定してないですね、人数は。はい、先月7月31日末までの、方なので、方が対象者となりますので、母子手帳をもらった方が対象者となりますので、今市町村に、データをいただくという作業にこれから入っていくところでございます。
それからスリム化した理由の一つとしてはやはり約4ページほど減ってますけれど、一つ回答率の減少ということがございまして、見てですね、少なければ回答してくださる方も少し増えるかなというふうに考えます。はい、ありがとうございます。この件について何かコメントの意見になりますでしょうか。はい、どうぞ。今、設問の仕方を変えたという、おっしゃられたんですけど、もし比較をするんだったら、設問の同じ聞き方を、同じこと聞いてるんでも、設問の仕方が変わると、結構変わりますので、気をつけた方がいいと思います。はい、いくつかですね、そういう話もございまして、ただいかに正確さを、求めた場合、実はその妊娠歴に関しては数字で答えさせていたんですが、実際電話支援をした方々に調査してみるとですね、実際はきちんと答えられてない方がかなりの数がいらっしゃったということも分かってきたものですから、非常にシンプルにした方がよろしいだろうということで、今回そのようにいたしました。はい、それは分析の時に注意するということなんだろうと思います。他にどうぞ。はい、宮城ことばの村月です。こういうの委員でこの関係は私一人なんで、さっきから議論してて一言感を感じてたんですが、ここで発言しないとあれなんですけれども、私も委員になって1年近く経って、ただ今までの経緯がよく分からなかったっていうと思いましたし、この妊産婦に関する調査の、すみません、根本的にはお聞きしたいんですが、目的っていうのはやっぱり福島県民の健康を守っていくということを考えれば、妊産婦さんの震災の、いろんなストレスなんかによる心の問題、体の問題に関してそれをピックアップして、で、その助産師さんなんかによる電話支援を行うということにあると考えているんですか。はい、ご質問ありがとうございます。3ページにございます問4がまさにそのうつの項目に関する質問でございますが、この2問に関しましては平成23年度の調査からずっと変わっておりませんで、これでうつ傾向ありと判断された方、それから自由記載の項目、自由記載の内容をこちらで一例一例見まして、必要だと、心の支援が必要だと、電話支援が必要だというふうに判断された方々に関しまして、助産師あるいは保健師、必要であれば我々医師が対応して電話でもしくはメールで支援していると、その中でも継続した支援が必要だという方々に関しましては市町村へ連絡いたしまして、数名ではございますが、そのようなことでフォローさせていただいております。その支援の内容を、例えば具体的な人数とかに関しては前に報告がありますか。毎年報告しております。初年度が、大体24% 程度だったと思いますが、若干ずつは少なくなってきておりますが、まだ未だに、平成25年最終報告まだできておりませんが、20% 程度の方々には電話支援をしております。最初は私誤解したんですが、この8ページのところの、ご指摘を等で参照して、先天危険性定常数をチェックする、これは深刻性なんですけど、そういった意味での、計画的計画というんでしょうか、そういう被爆の影響とか、そういうのを見るのかなと思ったんですが、それはそういうわけではないんですよね。これはどういうふうな目的で、こういうことなんでしょうか。はい、まさに先ほどの甲状腺の議論と同じところはあるかもしれませんが、こういうことを調べることによって、最終的には、福島県の、データを示すことによって、福島県では皆さん、安全なお産をされているということを示していければというふうに考えております。ただこれは疫学としてはもう全く不十分ですよね。この目的もそうですし、そもそもその自発的に書いてもらうというのは全くデータにはならないと思うんですよね。まさにこれは調査票ベースでの、ですので、その限界ということはもちろん、分かって、行われる。それから、ここの県民健康調査とは別な調査で、先生もご存知かもしれませんが、日本産婦人科医会の方で行っている先天危険の調査というのは、これ40年前から行われているものでございますが、これは福島県はすでに震災後から、福島県だけですが、全県下、すべての病院での全数調査ということで行われております。
して、その数字も、発表されております。先日の選定医療学会で平原教授が、横浜市の平原教授が、まあ、発表して、それが多分一番初めて聞いた、初めてまとまったデータだと思うんですが、やっぱりそれを気すると、こういった発生率には全国平均から見て差がないだろうというような形が出てきて、もしかするとそういうことを、まあ、先生もその調査に関係されていると思うんですが、こう福島の皆さんにこう示すことが非常にそういう、なんですかね、こういう、まあ、メンタルの面での安心感も与えるんじゃないかと思うんですが、いかがなのでしょうか。はい、ご指摘ありがとうございます。私も機会があるたびに各市町村で、このもちろん県民健康調査のデータを含めまして、先日も会津地区で、福島県産婦人科医会 主催の福島のママパパを応援する集いというものがございまして、その場で一般の方々を対象に、この県民健康調査のデータ並びに、日本産婦人科医会のその選定危険に関するデータも、一般の方々相手にお話しさせていただきまして、可能な限り、示させていただければというふうに、今後も、お示しできればというふうに考えております。はい、どうぞ。やはり妊産婦さんってメンタルな面がすごく大事だと思うんですけれども、先ほどうつの傾向を示した方については電話支援を行っているということをおっしゃってました。それも以前からもお聞きしてるんですけど、確認ですが、電話支援をされている方はどなたですか。その地域の保健師さんが電話を支援してくださるのか、それとも医大の方から集中的にこう電話相談とかするんでしょうか。はい、県民健康センターの方の担当の、保健婦助産師です。ありがとうございます。それと関わってくるんですけど、実は先ほど流れの中で言えなかったんですが、ウェブ相談が甲状腺がんの方 の質問や相談を受けてますっていうことも新しい試みとして始まったっていうふうになってました。もうそれも今の若い人たちにとっては大事なツールかもしれないんですが、ただカウンセリングでそういう被災した方たちとやってますと、電話がかかったアンケートに答えたら電話がかかってきたと、そしてどうですかって言われても顔も見たこともない、そんな人になんで私の気持ちを言えるのっていうようなことをおっしゃられることが結構あるんです。時々聞いています。ですからやはりもし妊産婦さんであれば、その電話相談を対応する方が地元の保健師さんで、自分も定期健診とかこれから健康でママさんの教育の場とかで会うきっかけがあるような方からのお電話だったら非常に話しやすいんじゃないかなというふうに思います。それから甲状腺がんの方もそうで、結局そういう顔が見える人じゃないとなかなか心を打ち明けるということはできないと思うので、この間もお話ししたかと思いますが、体制の一つにもう一工夫、そういった面をこう考慮していただけるといいなというふうに思っています。はい、検討させていただきたいと思いますが、なかなか専門的な知識で回答を、必要な場合にもございまして、そこら辺 回答に関しましてはセンターの、助産師保健師の方がかなり回答はしやすいんじゃないかなというふうには、考えています。もちろん私も、各方部でですね、助産師さん、それから保健師さん、それぞれの担当の、市町村の担当の方々に直接お話しして、そのような方々からもご意見をいただいて対応はしております。そんなところでよろしいでしょうか。ありがとうございます。ですね、先ほど室月先生の話は、結局この宣伝異常がありましたかと聞かれると、やっぱりそういうことがあるんじゃないかという不安も招きかねないし、これ聞いて本当にそういうものの発生率がわからないのであれば、
やめたらどうっていう話だと僕は理解しました。それは検討してください。それから今の体制につきましては、多分両方あると思うんですね。知らない人だから答えられるっていう話と、知ってる人、近い人だから答えられると両方の話があって、これ一律にどっちがいいとか悪いとかっていけないと思いますから、まあ、地元の保健師さんやそういう地元の人たちの連携を密にした上で対応していただくという答えだと、藤森先生の答えも私は理解しましたので、そのようなことでよろしいでしょうか。検討するということはよろしいんですけど、これ平成26年度の調査票に関しましては本日、決めていただかないとですね、11月の発送に間に合わないので、ここでこの場で結論を出していただきたいというふうに思うんですが、はい、分かりました。室月先生どうですか、この1点してもいいけどしなくてもいいけどっていうか、やっぱり外した方がいいというふうに意見を述べられるのであればどうぞ。まあ、私はこれの専門なんで、できる限りは本当に調べて明らかにして、それでこう何て言うんですかね、こう安心っていうんでしょうか、多分今の理論的に言って発生者が上がるとはとても思えないですよね。ただそれは分かんないことですし、いつまでもそういうことをやってることを考えれば、私はプラン残しておいて、せっかくですので今まで何年かやってこれたん で、まあ、調査をしてっていうようなことに関しては賛成です。やめた方がいいというわけではないんですけども、ただ中途半端だなっていうのを言われているですね、ということだそうです。はい、ありがとうございます。調査票での、まあ、限界ということは全てのことで言えることだと思っておりますので、それは重々理解して調査を行うということでよろしくお願いします。成井先生の件はよろしくございます。まあ近くの、助産師さん、保健師さんということももちろんありますし、こちらからお電話差し上げた時にですね、やはりお話できて、非常にありがたかった、嬉しかったというふうなお答えをいただくことも多々多いと、むしろそちらの方々の方が多いということも、まあ、付け加えさせていただきたいと思います。はい、どうぞ。先ほどから言っているのは選択肢が増えるといいなという話ですので、誤解のないようにお願いいたします。はい、それでは、最後にですが、この件はこれで閉じます。他の件その他ということで、何か委員からご発言があれば、あら、帰ってしまった先生、お願いします。よろしくございますか。北島委員は何か発言はよろしいですか。それでは、事務局から次回の日程と評価誤解の件については、はい、どうぞ。すいません、熱心なご議論、福島県の保健福祉部長鈴木と申します。熱心なご議論いただきまして本当にありがとうございます。一つだけちょっと先ほどですね、甲状腺の過剰診断のところで、一言申し上げようと思ったんですが、タイミングを失しまして、最後に一言だけ、6月にですね、前回の部会の後ぐらいに県民の方から寄せられたメールを一通ご紹介したいと思います。過剰診断という言葉を子どもの甲状腺のことでは初めて聞きました。子どもの甲状腺をもっとしっかり調べてほしいと思っている県民が多いと思います。過剰診断と言われ、今のレベルの検査などがされなくなった場合、避難している方々もますます戻ってこなくなるのではないかと思います、というような、これは県に寄せられたメールで、まあ、これは結構典型的な県民の意見だと思います。で、例えば2年に1度の検査を毎年やれないのかとかですね、最近よほどご意見はやや落ち着いてはきておりますが、まあ、このような状況の中で専門家の皆さんのご意見だと、いろいろ、まあ、ローリスクのがんであるとか、まあ、我々は結構それも承知しているつもりではありますが、一般の県民の方になかなかですね、過剰診断という言葉が割と一人歩きします。なかなか県民のその心情に、なかなか噛み合わないというふうなことがございますので、今後いろいろご議論いただいたり方針を決めていただく場合に、その県民の方への理解、どうやって理解を得ていくかというところも加えてご検討いただければ大変ありがたいと思います。すいません、最後に。それから、この委員会の開催方法につきましては、先ほど来開催の形
それから、住民の方の声を聞いてみたいとかいろいろございましたので、最大限ですね、あの座長とご相談させていただいて、お答えしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、過剰診断の問題はですね、今まあ、ちょっと皆さんにあれですけども、言葉の理解がやっぱりずれてるような印象を僕も持ちます。で、その実際にやられている先生方からすれば、診断基準に基づいて切っているという話ですし、疫学の担当の方からすると、いやそれをその前にも見つかってしまうのか状態という話で、前回の部会の中の議事録を読ませていただいてきましたが、すれ違っちゃってるんですね、そう言っていると。ですから、そのことを含めてですね、私、いわゆると書きましたけれども、いわゆる過剰診断の問題についてどう考えるのかというのを論点に出させていただきました。これはやっぱり県民の皆さんの理解を得るためにも絶対に必要な、非常に重要なポイントだというふうに認識しておりますので、それは今のご発言はしっかりと受け止めたいと思います。その他ご発言がなければ、次回の日程その他について事務局からご説明をお願いします。次回の甲状腺検査の評価部会及び検討委員会につきましては改めて日程を調整させていただきます。正式に決まり次第お知らせしたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは先ほど申し上げた通り、必要ならばデータその他について県を通じて、議論ができるという体制を整えつつ、できるだけ早く次回の日程を調整してほしいということを座長からもコメントして記事を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。以上をもちまして第16回県民健康調査検討委員会を閉会いたします。ありがとうございました。